はい、ということで本日はノンタイトルシーズン4第5話の紹介でございます。はい、今週もやってまいりました。ということで、まあ、いつも通り我々の長いちょっと告知からいきたいですが、うん、告知がある方は挙手を。はい、これの放送された次の日7月27日はいよいよ Apex Beach でのイベント開催日となります。待ってました。まだまだ予約受付中なので、ぜひ皆さんこの機会に私たちとシーズン3のメンバーに会いに来てください。お願いします。お願いします。当日参加も OK です。あと、はい、8月10日、はい、テレサのバーベキューイベント渋谷のデモデクイーンで行いますので、ぜひこちらもまだまだ予約お待ちしております。イベント盛りだくさんだね。楽しいね。夏ですから。バーベキューはもう無理でしょ。バーイベントでしょ。いや、バーベキューはちょっと交渉していけるんだ。うん、なんとか5名とかじゃなかった。5名だったんだけど、もう僕埋まりすぎてるとでしょ。溢れすぎてる。なんだ、溢れすぎてるな。ちょっとね、逆に夜の集客があんまりうまくいってなかったので、肥料を拡大しちゃおうかなと。あ、せっかくなら下も使えるように。今何名ぐらいいるの、お昼で。昼バーベキューで今36名。もう結構来たね。5名のわけで、うん、応募だけでそんな来たの。そう、すごいな。でも5名、あれ、そう、36名のうちの視聴者さんは10人ぐらいでしょ。14人ぐらい。それはもう、あ、もっと増えてるかも。他は大丈夫ですか。8月4日の告知もしてるんで大丈夫ですか。はい、あ、これやっと告知がね、あの前回曖昧になっちゃったんですけど、そうですね、やっと告知ができるようになったんですよ。8月4日、毎月恒例のテレサの販売イベント、まあ、ポップアップを開催いたします。で、場所が宮益坂上がってすぐの渋谷日英ビル1階になるので、ぜひ来てください。時間は12時から17時半というちょっと短い時間なんですけど、あの今月も、あ、来月も皆さんお待ちしてます。はい、大丈夫ですか。ではでは本題に行きますか。はい、もう僕は今日サムネを見ただけでうずうずしてたんで、早く喋りたくてね。今日は神回、戦が始まるのよ、この後一番ワクワクしてた。一番ワクワクしてた。3時間前ぐらいからちょっと結構もう準備してたから。いや、来た時から言ってたよ、今日のサムネ最高じゃんって。さっき食事も取ってもうバッチリな状態なんで、こんなの私が出た方ノンタイトルじゃないっていうね、鳥さんの。けどさ、セリフが使われるってすごいよね。すごいすごい。確かに前回予告の時に泣いてて、松葉くんがウェーイザムみたいな感じで言ってコメントのちょっと荒れて、しかもその鳥居さんに対するいじめだって言われてましたよ。本当に。いや、結構コメント荒れてたよ。違う違う、俺らはスクーストーリー考えなるな、ちゃんと着地ね。っていう彼もあのちゃんと救えてないっていうコメントで荒れてましたからね。いやいやいや、セナの部屋見ましたかって、セナの部屋見ましたかって言いたいですよ。セナの部屋でモーリーとね、僕でやってもどんどんづくいしました。どんづくいしたの。どんづくいも。マジか。え、そんな救ったの。いや、それまだ救ったんでしょ。救ってよ。ほんまない、どうして勝ちがもう無理。編集ちゃんとして。けど違う、俺らの救うエピソードってさ、本編が終わってからが救うゴールじゃん。確かに。これも前振りだから、一編も結局そうだし、うん、でもうちの動画に出て、うん、いろいろ弁明して救われたって方が、いますから。確かに本当に嫌われてたらさ、富代さんの時もそうだけど、あんだけバーバー言いまくって、うん、その後僕らだとあんだけコラボとかしてくれないですよ。そうそう。ちなみにあのノンタイトルのプロデューサーの方とちょっと昨日喋ったんですけど、はいはい、あのセナトーク、キャノン、うん、あのセナトークのあの4分ぐらいのなんかノンタイトルに文句があるみたいなサムネ、俺に言われた、あれ誰なのみたいな。あー、言われて、はい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 。あの名前これ言って、え、言ったの。え、違う、誰なのって聞かれて、いやー、で俺が、え、この子ですかって聞かれたから、いや、そうだと思いますよ。おい、やめろって。ニタニタしてたよ。でも僕も、僕も言われたいよ、実は。で、言われた時に、いや、知らないっす、知らないっすって言って、ごまかしてるのに言うなって。いや、俺知らなかったからさ。いや、向こうまた怒られるよ。いや、でもニヤニヤしてた、すごい。本当？でも一番あの方が楽しんでるから、ノンタイトルで。まあ、そうだね。いやー、怖いわ、ちょっとまた荒れてくよ、そりゃ。意外と見てるらしいですよ。だから俺らが、いや、ほんと救いたいんですよって俺は熱弁したら、お前らやめとけってめっちゃ言われた。ちゃんとやっぱノンタイトルの視聴会にセナトークにしろさ、あのシンデレラダイエットにしろさ、うん、もうちゃんと追ってくれてるよ、全部。すごい、ほんとにありがたい。ありがたいよね、ほんと。まあでも今日はあれですか、性格悪いオールスターが集まる回ですか。おあ、それをボロクセは僕らが一番性格悪いですからね、現状。ワールドカップ始まっちゃう、怖いわ。
まあじゃあ行きましょうか。行きましょう、本当に。これどうなるのかな。めっちゃ緊張しない？いや、久々だね、本当に。緊張する？緊張しますよ。マリアちゃんの声だ。マリアちゃんの方が売りやすそうだな。それな。まだちょろっとのもんね。可愛かったら買うでしょ。可愛かったら買う。やっぱなんか懐かしく感じますね、この2人。いや、確かに。シーズン1だもんね。やっぱもう一回見たくなりますよね、この2人をね。無双してほしいな。お疲れ様です。お疲れ様です。待ってるスタイルなんですね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お疲れ様です。お願いします。てか今思うとシーズン1ってすごい優秀でしたね。ね。うん。藤巻さん、安心感ありません？なんかこう。はい、それでは皆さんお疲れ様です。今日はカドレのお二人、藤巻さんと木下さんに来ていただきました。一言なんかご挨拶があれば。はじめまして、藤巻です。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、木下です。お願いします。お願いします。はい、というわけでですね、早速ミッション2のプレゼンを行います。ペルソナに向けて商品を売り込めということですが、実際に今から皆さん、かっこいい、両チームからのですね、プレゼンを聞きたいと思います。ちなみにですね、今回売れた場合ですね、利益は事業準備金に組み込まれます。違うの？そしてもちろん支出の方も事業準備金からということで、皆さんご了承いただいていると思いますが、どちらのチームからいきましょうか。ちょっといいですか。はい。これミッション2ってこれ単純に負けた方が事業準備金マイナス30万って話だったと思うんですけど、はい、それだけでいいんですか。そのなんかいつものシーズン2とかシーズン3見てると本来はこれって物販対決の代わりにやってることだから首かけてもいいと思うんですよ。出てきた。出るね。どうしたの？首持ち込み？首になりたいのかな。で僕らも真剣に事業作ってるんで、なんか言っちゃってるよ。そのぐらいかけてもいいんじゃないかな。大丈夫、またこれ少なくなるんじゃない？私たちはもともとそのミッションの内容をこっちが決めれるっていうものではなくって、その青木さんから提示されたミッションに対してこう決めていたっていうか、その考えていて、でももちろんその首がないからこうなんだろう、ちゃんと考えてないとかっていうわけではなくって、そのミッションの内容、私たちがこうしたいですっていうのって逆に今までであるのかなっていうところと、まあ、そこまで首をかけてもいいって思ってるのであれば先にプレゼンしていただきたいなっていうところです。あ、飲んでいただければ、先に、プレゼンするのは OK で、そのもちろんお題を変えるのはダメだと思うんですけど、一応その僕らの覚悟としてお互い何か大きなものをかけてやった方がいいっていう判断で、なんかよくわかんないんだけど、覚悟でなんか首が出てないだからラッキーだと思えばいいのに、ワンチャン小次郎先生、バズをやめさせたい説ないのかなっていう喧嘩してたじゃん前回。そこまでは考えてないんで爪痕残そうだと思うけどね。あ、そっち単純にそうした方が盛り上がるじゃん、番組としても自分たちの、まあ小次郎さんにしろその発言をしたことによって絶対さ使われるわけじゃんっていうところだと思うけどね。番組目線でやってんのか。だって基本的にメリットないじゃん、勝って辞めさせるって言ってもさ、どう考えても今現状だけで見るとやっぱ向こうの3人に負けるっていう方法が逆に思いつかないから、そのまま行った方がさ、デモで勝つことが目的であれば、だからこの首一個一個にいちいちなんか自分たちから首ルールかけましょうよって言ってる時点でもうモリットのその背中の部屋でも言ったけど、もうこのノンタイトルを盛り上げるために来てる、インフルエンサー枠のような形で来てるよねっていうのは分かるよね。背中の嫌いな売名行為ですか、これは。いや、売名が嫌いなんじゃなくて売名したいんですって言えばいいのに、そこを目的とせずなんか大きな会社作ります、ノンタイトルで大企業作りますって言ってるモチベーションでやってることインフルエンサーでしょっていうのが使うかなとは思ってるけど、だからだって普通に考えてさ、デモデーに本気で勝ちに行こうって言った時に首ルール適用とかっていうのはしたくなくない、出てる側としては。俺は受けないよね。だから面白くしようって目立とうとしてるだけで、まあるいはまあラオスの説もあるよね。おお、やめやめ、おい、それ以上はやめろ。ラオス説って何それ。おい、違う、ラオス意見ってことでしょ。あ、そういうこと、そういうこと、そういうこと。びっくりした、俺なんかまたこれ来るのかなと思って、もうそっちが来るのかな。だからまあ、だからラオスの理論としてはそうじゃん、バズさんを、なんだっけ、ゆうまろさん、を辞めさせたいっていうのが本気で思ってれば、ゆうまろさん
あの、うん、小次郎さんと為国さんで結託してそれをやりましょうだけど、うん、なかなかそんなこと考えてなさそう、うん、なるほどね。あとなんかあれだね、これ自らクビ宣言したら割と冷めるね、うん、まあ確かになんかもうとなんか逆にしらけちゃってるよね、うん、なんか首かかってんなって感じないね、うん、番組からいやいややらされるから確かに苦しいっていう、そうそこに不満も出るけど、うん、結局自分たちから言っちゃったらなんかもうすでにちゃんと覚悟あるし誰がクビになってもさ、僕ら首自分たちがかけますって言ったら誰クビになってもなんかそこまで感情移入ないかもね、うんうん、確かにどっちが言うかっていうのは結構重要だね、そこから、うん、そこの観点で見ると、まあ、あとで思いますけど、萌ちゃん結構おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。実はしてたんですけど、ね、実はあの、はい、ポップアップでやってますので。なるほど、じゃあ行きましょうか、はい、なんで今回男子で話し合ってご相談させていただきました。もしそれを首をかけてやりましょうよっていうのであれば、最初にルールを提示された時点で言っていただくっていうのが一番いいのかなと思います、うん、まあ、当日じゃなくてね、そうだよね、発表前にいきなり首かけましょうって言われてもなんかそれは違うのかなとは思います、うん、背景で言うと、その僕ら昨日夜とかもちょっとこの辺歩かせていただいた時に、女子部屋からめちゃくちゃキャッキャしてる声がめっちゃ聞こえてきてて、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアミズキー、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとう、おめでとう、ありがとうございます。キャッキャするのいいけどね、お祝いですか、ね、喜び方で、僕ら夜中までずっとやっていて、なんかこのスタンスの違いでずっとやっていくのは嫌だなっていうふうに元から言ってて、じゃあこれどうするってなった時にもう首をかけてやろうっていう話になったんで、まあこっちの方が面白いよねじゃなくて、そもそもこのスタンスの人たちとやり続けるのは俺らとしては嫌だという形なんで、もちろんミッションの内容を変えるではなくてかけるものを増やそうなんで、今そのやらない理由をいっぱい言われてるんですけど、真剣にやってきたんだったら別に、乗らないっていう手法は別に取らなくていいというか、チームとしてあ、すいません、まず昨夜キャッキャしてしまったのは申し訳ないです、うん、あのそれは私の声も大きかったのと、うるさくしてしまってそれは申し訳ないです。でチームレッドの現状として、はい、今正直チーム準備状況分かってないからね、行かなきゃいけないなって思っているところです、うん、で、今実は私たち、リーダー決めの時に非常に揉めました、うん、で時間もオーバーしました、うん、でそれは、私とエリナさんでどちらにするかっていうところで揉めていました、うん、チームレッドとしての、チーム力っていうところは、あ、割り込んでいいですか、お前何歳お前さん学生じゃないんだよ、はい、お前いけない何歳？32です。32でさ、この環境にまだ慣れてなくてチームのパフォーマンス出せない、うん、っていう経営者に人ついてくると思います？お思うか思わないかっていう結論ベースで答えてもらっていいですか？出た。っていうのが言い訳なんで、僕らは人生かけてきてる以上、そういう言い訳は許されないと思うんですよ。正直このままやると俺がいる限り負けないんですよ、どう考えてもってなった時にもう一回あなたたちに、意識を変えていただくか、人が変わっていくかしてもらわないと、俺が、しんどいと思って今回2人にご相談させてもらって、リスクで言うと俺ではなくて今回この2人にリスクがかかるものなんで、ご相談していただいた結果、男子2人もこのまま今の女子とやるのはしんどいと、なんで俺らは本気のあなたたちかメンバーを変えてもらわなきゃ困るっていうのはもう言ってて、あ、なるほどね。だから為国さん本当もう論法が本当に上手で最初からだけど、論点さもうずっとすり替えて、言うてこれ今多分視聴者さん見てると為国さんがまともなこと言ってるって見てる人多いと思うのね、うんうん、でそれに対して僕がまた言うと為国を意識しすぎだとか言われると思うけど、明らかに女性の方が土性論で戦ってるんだよね、うん、だから為国さん論点ずらして、例えばお前何歳っていうので論点すり替えて、そっちの社会人として大丈夫っていう論点にずらすことで、まあ、マウントを取るっていうこのやり方を、まあ、あえてやってないから分かった上でやってるんだけど、とかもうそもそもじゃあ人生をかけて俺は来てるんだよっていうのであれば、それを肯定するとしたら、人生かけてるってことはわざわざここで首かけない方が良くないですか、うん、あるいはその女性陣が今
そんな奴らと戦いたくないって言ってるけど、勝つのが目的 なのであれば、女性陣が負ける可能性が今高いと思ってるのであれば、そのままやった方が いいんじゃないですかっていう、まあ、デモデオ勝つって目的だったらね。そう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 、うん、うちの瑞希が意識しちゃって、もう32歳ですって言っちゃったもん、うん、いつもなんか勝っていくのにもう確かに32歳ですいやでもまあもう苦しいよね、まあ、なんかあと俺だけかな、なんかちょっとタメクニさんのこのキャラもちょっと慣れてきちゃったねなんか、まあ、なんか何話ぐらい4話まで慣れるかなと思ってたから、それ本当慣れてきちゃったから、うん、なんかもううわーとはなんないね、うん、僕は今のお前何歳は結構好きだけど、うん、お前何歳っていうあのマウントの取り方って結構好きな技だから、多分視聴者の人も盛り上がってる盛り上がってると思う。いやお前って呼ぶと荒れるからさ、お前呼びは嫌いっていう人いると思うけど、うん、なんかもうわけわかんないけど、あれが来るとちょっとゾクッとするというか、うん、面白いよね、荒れそうだなみたいな。お前って言ってるやつが社会人として大丈夫そうと思っちゃう。貴様っていうラオスは。おおやめろ、おおやめろ。本当に。女性陣も疲弊してるからね。言い返す力もないんだよ。本当本当。やばすぎでしょ。ね、これカドレの2人気まずいでしょ今。そう、うん。今は本当にカドレのお二人が来ていただいてる中、今このやり取りをする必要は正直本当にここ申し訳ないなって思ってます。すいません。これ以上本当にお二人に時間取っていただくのも申し訳ないので、青木さんに決めていただきたいと思います。僕は基本的には両チームが合意してるんであれば、まあその掛け金が大きくなると、あのリスクが大きくなるということで平等なんであれば、それは可能だと思います。ミッション自体は変わりませんし、かけるものが大きくなるというだけだと思いますので、ただ両チームでよしそれで行こうという合意が必要だと思います。断ることもできますよね。断ってんじゃないんだよ。やめますよ、うん、さあノンタイトル、シーズン4第5回です、はい。ミッション2が始まるかと思いきやね、もう波乱の幕開けと。本当よ。いやーということで、あんなのさ、うん、青木さんびっくりしましたよ。想定してないですもんね。もちろんですよ。これあの男子チーム、ブルーチームはよっぽどのプレゼンに自信があると見ていいんですね。自信があるのと、うん、相手のチームが弱すぎたら番組盛り上がらないと思ったんじゃないですか。危機感ですよね。要は視聴数伸ばすためにも、うん、もっと優秀なやつ一人持ってこいよノンタイトルっていう、うん、逆に番組側に対しての当てつけですよね。あれ多分ほぼほぼ、うん、ね、スタッフに切れてんのよ。だからもっと能力の高い女性経営者引っ張ってこいよっていう。なるほど、そういう裏メッセージだったのかもしれない、はい、そういう思いがある中でハッピーバースデー聞こえてきたもんだから、うんうん、ぶっつんでしょでも急になんかあの瑞希ちゃんに対してお前今何歳とかもうちょっと、うん、ちょっとやからドキッとするよ、ドキッとするよ、ね、カドレの2人気まずいね、あれあの時間ちょっと辛いですね、目の前であんな急に繰り広げられたら、うんうん、あの時の、ね、お二人はどういう気持ちであれを見てたんだろうね、あの言い合いを。それ結構長かったんですよ。長いです。カドレの時間あれね、だいぶね。そうだよね、長いです。それはカドレの休日で見れるのかな。どうなのねその時のお二人の気持ちはね、心境はね、心境はどうだったんだろう。なんで笑ってんの？なんで笑ってんの？なんかノンタイトルの先輩お二人としてこの話聞いて客観的にどう思われるか聞きたいです。いいです。そもそも、うん、あ普通に話していいんですか？あどうぞ。どうぞ。え別に首じゃない云々関係なく、もう別に自分たちで勝手にやればいいんで、あんま関係なくないですか相手チームのこと。お父さんまで首ってことね。そうだね。首にしたいんですか相手を。そのいわゆるリスクを増やすことで、今のリスクって要は掛け金を増やすっていう話と、相手チームをクビにできるっていう、まあ、自分のチームもクビになるかもしれないけどってリスクをこう上げたいっていう行為だと思うんですけど、うん、それの目的って何なんですか。タメクニさん、藤巻さんやばいですね。結論クビにしたいか、クビにしたいと意識変えてというか、あの要はじゃあクビにできたら新しいメンバーが、まあ、良くなるかもしれないっていう、またその可能性にかけてやってる行為ってことですか。はい、まあなんかまあ、僕との考え方が違うんであれですけど、まあ、別に相手チームどうでもよくないですか。でなんかこう切磋琢磨するっつっても、今後別にねこれからビジネスやっていく上でいろんな人たちがいるわけで、何もこの3人と切磋琢磨しなくてもよくないですかっていう。ちょっと目が泳ぐタメクニ
どうですか。もう本当に同意見すぎて付け加えることがあるとすれば、本当に私たちが見るのって市場にどう勝てるかだから、うん、なんか普通に相手がなんかこう子供みたいなのとかお前とか、 なんかその罵倒する言葉すごく使われるじゃないですか、はい、うん、ご自身がされてることが一番子供っぽいなと思ってて、派手には結構追い込まれてる本当学校じゃないんですけどって私は一番思いました。なるほどね。これいいですか、僕これ多分分かりました心境、うんうん、多分田口さんの今の仕掛けは完全に番組を盛り上げるやりを番組盛り上げようとしてやったやり方で、うん、多分自分もおかしいなと思いながら発言してるとか、うん、でなんかこれ田口さんの裏側の話をちょっと聞いたことがあって、うん、田口さんやっぱもう本当このまんまらしいの、うん、で昨日下の人たちも自分より下と思ってガンガン行くんだけど、うん、自分より上だとか、まあ、言ったらレオン虎の方々とかなると、うん、結構ペコペコしてでこう番組とか出るじゃん、でなんかそこでなんかやっぱ結構怒られたりするんだってリアルに、だったら結構帰り道結構へこみながらいやダメだったですかねみたいなの結構聞くらしい、かわいいっていう人だから多分結構考えて、うんうん、自分なりに多分何か盛り上げるポイントを今頑張って作って考えて、うん、ボールを投げた可能性はある。まあ、でも分かりやすい構図だったよね、その本当に申し訳ないんだけど、いかに今の女性チームが劣等生かがちょっと露呈してしまったよね、うん、だって今僕、まあ、視聴会だからさポジショントークにはなるけれども、やっぱ男性チームが言ってることって暴論であり論点すり替えてて目的なんですかって話はもう一番最初にここでも議論されるわけじゃん、だそれを言えばいいだけのことやっぱ女性チームはさもう自信喪失してるからそれすらも言えなくなってて、ね、で第三者的にカドレの2人がそれを代弁してくれたっていう単純な構図であり、これは相当ななんかすごい頭脳戦が繰り広げられたみたいな描き方をしてるけど、そうではなく単純もめちゃくちゃ普通のことをただやってるっていう、だから女性チームが今やっぱ相当弱いなっていう風に見えちゃった僕は、まあ、怖いんだろうな、タメクニさんがもう、まあ、言い方がね、まずちょっと不快な思いをさせてしまったことはまず申し訳なかったです。じゃあ誰に謝ってんの、通常2人の内容で進めさせていただいて、藤本さんと木下さんもお任せして申し訳ございません、すいませんでした、奇襲作戦失敗ですね本当ですね、うん、タメクニさんやっぱね上とか似たような立場の人であんま行かないんじゃないですか、はい、多分まずはそうね、はい、多分そうだと思いますけどねでもこれやっぱ印象悪いよね、うん、審査員の前でやってるから、うん、はい、まあ、でも関係ないじゃん、市場性を意識してるっていうからやってみましょう。ではチームレッドの10分お願いします、スタート。今回私たちチームレッドが提案するのはマリア様限定のギフトコンシェルジュサービスを提案いたします。ギフトコンシェルジュというのはギフトに関するさまざまな悩みを解消しパーソナルギフトを提案いたします。今日はまずはスイーツが大好きなマリア様に私たちがスイーツをご用意いたしました。私の生まれ育った福岡から生まれたシフォンケーキ、こちらのシフォンケーキはですね、マリア様に健康志向というのをリサーチさせていただきました。なので原材料の卵、小麦、牛乳にもこだわっていて、赤ちゃんの離乳食を食べ始めた赤ちゃんからだったら食べれるようなあのシフォンケーキになってます、うん、よかったら全然シフォンケーキを食べながら聞いていただいても大丈夫です、うん、昨日私たちは東京まで足を運びマリア様が好きなものをリサーチさせていただきました。なるほど。とマリア様が好きなエルメスのネイルオイル、こちらまたリピートしたいって思ってますよね、いかがですか。そうですね、家にストック6本ぐらいあります。そうなんですね、すごい。あと次にマリア様の好きなアロマセラピーアソシエイトのバスオイル、またあとこちらシャネルのヘルシーグローセット、こちらって入手できましたか。はい、できたんですね。あとですね、またスイーツがお好きということで、まあ、先ほどもスイーツを出させていただいたんですけども、銀座にある住所電話番号非公開のカヌレ屋さんってご存知ですか。はい、もうオープンからずっとお世話になっていて。すげえな、さすがですね。はい、でこちらのなんか商品は私たちはマリア様の誕生日プレゼントとしてご提案させていただきたいなと思ったんですけども、今回は私たちマリア様にご購入いただきたいのではなく、お隣にいる藤巻社長
来た、はい、いつも頑張ってくれてるマリア様に誕生日プレゼントきっと送っていただいてると思うんですけども、チームの一員として第2弾としてお送りしませんかという提案を一つ目はさせていただきたいと思います。なるほど、はい、はい、金額の方は5万円という金額です、うん、では2つ目の提案に移らせていただきたいと思います。で2つ目のイベントはカヌレの商品であるドライヤーと、ごめん、これさ前回も話してるけどもったいないよね。これめちゃくちゃいいプレゼンで、実は多分これもなんか無能とか言われるかもしれないけど、ちゃんと調べてるからこそ、うん、マリアちゃんがドンピシャに欲しいものを全部言い当ててるんだよね、見方を変えれば。だから相当リサーチもできてるっていう証拠だから、これを公平君にだけプレゼンすればいいんだよ。一個一個さ、ヒアリングみたいな形で、マリアちゃん持ってますかって言って、持ってたら終わりじゃん。でそれやんなきゃいいじゃん。小江君にマリアちゃんはもうこれ絶対好きですよね、もう好きか嫌いか、持ってるとかも大丈夫、好きですか嫌いですかとか、こういうの可愛いと思いますかだけ聞いて、いやもう本当大好きですとか、もうそういう言葉だけもらって、藤巻さんこれだけ好きって言ってるものどうですかっていう、持ってるか持ってないかってさ、普通のリアルなプレゼント交換でもそうだけど、相手が持ってるか分かんないじゃん。だけど好きなものを頑張って考えて見つけるっていうのを代行してくれてるわけだから、そこに需要はあって、でそれかぶっちゃったらそれはそれで仕方ないじゃん、もう事故じゃん。だからなんかほんともったいないなって、なんでマリアちゃんに聞くんだろうっていう、持ってますかなんて。バイオフレッシャーこちらの商品を、マタニティ&ベビーフェスタというイベントが、うん、パシフィコ横浜で開催されるイベントがございます。で私たちにできることとしてしましては、イベントの企画運営とを全てさせていただくことができます。でこちらはなぜかというと、やっぱりカドレのカドレのお二人ってすごくお仕事も忙しい中で2人で回していて、その正直もう売り上げってもう上がってるだろうから、売り上げ上がるような動きっているのかなっては思ったんですよね。でもより多くの方に知っていただくっていう意味で、私はやっぱりお母さんたちにすごく知ってほしいなっていうところから、こちらのイベントを提案させていただきます。でこちらのイベントにかかる費用としましては、出店費用は1日あたり40万円です。で、2日間開催があるので、1日出店でも2日出店でも大丈夫です。でイベント制作運営費用、こちらはもう本当にお二人がお時間が取れないと思いますので、4月の6日7日っていうスケジュールがもし取れるのであれば、まあ、こちらの金額は少し下げていただくことも可能なんですけども、もしお二人が来れなくても、私自身がイベントスタッフ、イベントコンパニオン、イベントアシスタントディレクター、ディレクターなど、そういう経験がございますので、私が全ての責任を持ってこちらのイベントに携わることができます。そして私が携わることによって、私は母親という目線から、やっぱり来場される方はお母さんである方や今から母親になる方っていう方々が来場されるので、その方々にとってしっかりとちゃんと母親目線で商品についてお伝えすることができるっていう点から、私たちにできることとしてこちらを提案させていただきます。以上が私たちの提案となります。ありがとうございます。何をお勧めする？いいんじゃない？カドレのドライヤーカドレのね、ありがとうございます。若いのにそうだ、ドライヤーがどう思う。それではカドレのお二人いかがでしょうか。はい、ありがとうございました。1個目の提案に関しては、これ僕への提案ってことでいいんですよね。はい、そうです。まあ、コンシェルジュというか、まあ、だから本当に考えたこのプレゼントごと渡すので5万円くださいってことですよね。はい、そうですね。でこの金額って正直高いと思いますか、安いと思いますか。あ、まあ、マリア様にちょっとお答え、なんか、マリア様多分金額全部なんとなく分かると思うので、はい、この金額いかがですか。めちゃくちゃ高いと思います。ほら、安いんじゃないやこれさっき背中も言ったことある。その理由は、うん、まああれですね、これリサーチってどなたがされた形ですか。リサーチしたのは全員ですかね、まあ、ほぼ愛ちゃんが近いか。いや、でも結構 SNS をこうずっと、うん、SNS を見てもらって、なんかリサーチって、その例えばセンスがいらない部分だなと思っていて、皆さん
等しくできる作業だと思うんですよね。で今回拝見させていただいた資料でリサーチ力がめちゃくちゃ低いなと思っていて、その理由としては例えば銀座のあのカヌエあるじゃないですか、あれは私何度も上げてるんですよ。それをまだ入手されてないですよねって言われたりとか、直近上げてたラデュレのマカロンもマカロンじゃなくて新しく出た新商品でマカロンじゃないやつがめちゃくちゃ美味しいって上げた写真なんですよ。なのでもう本当にあの資料の精度が低すぎて、えいらないんですけどっていうものばっかりが上がっていたので、え何をここに価値を見出すだろうっていうのが正直な感想でした。ちょっと愛ちゃんの顔が死んじゃったな、はい、ちょっとずれてたんです ね, ね, ね どうしますかこれ、どうしますか、そこまでリサーチしたいから分かんなかったからちょっとかわいそうだけど、でもマリアちゃんがそう言ってるから確かにそうだなっていう、そうじゃなくてこっちがいいって言ってるのをこっちを持ってきちゃってるわけでしょ、それがリサーチでも、ね、惜しい、近しいところでちゃんと見てたんだなって言って、やっぱ浩平君に当ててればよかったよね。だからマリアちゃんも喋らせなければよかったじゃん。多分こういう感じ知らないからね、多分、うん、そうそうそう、ということです、ということです、皆さん、はい、ね、ずれちゃうといらないものになっちゃうからね、はい、じゃあもう一つの方もちょっともう一回見せてもらっていいですか、うん、悲惨だなこれ、これはもうイベントはこれが確定なんですね。はい、イベントはこれが確定です、うん、でこちらのイベントなんですけども、もう日程がキンキンっていうことで、その今日の5時までじゃないとあの出店ができないっていう、その出す出さないっていうのはもう5時までしかできないっていうところが一つあります、うん、まあ、一応なんかサイト見てたら2023年の12月月末が協賛企業の募集の最終締め切りって書いてありますけど、じゃあ今日までいけると、はい、今日、はい、連絡をして、今日、もう今日の今日に探して、はい、電話をして、でホームページ上にはもう問い合わせ欄も問い合わせフォームしかないんですけれども、なんとかそこの企業を調べ電話番号を取り継いでもらってそこにアポを取り付けて、で、今回このこれの魅力としては出店料が40万かかりますっていうところだったんですけれども、この出店料の価格交渉を、つい先ほどまで行ってました。で最終の金額は、電話でまだ、向こうからの最終の回答をもしご興味があるようでしたらこの場で電話して価格を聞きます。でここで先ほどの冒頭の話に戻ってしまうんですけれども、チームビルディングが足りないっていうところで、正直私はこのイベント制作運営費用はいらないと思ってます。で、なんですけれども、もう正直時間が最後、話がまとまらなくなってしまって、もう入れるしかないっていうところで入れました。なので、出店費用の40万っていうところの部分を下げるっていうのをメインで私は考えていたんですけれども、もうこれは、一旦結論をつけなきゃいけなかった、結論を置かなければいけなかったので、頭悪いでしょこいつマジで頭悪いでしょ。あのね、同じ企業なんですよ今舞台立ってるのは、同じ仲間の社員同士なんです会社の、その会社が上げてきたものに対してその同じメンバーがなんで反応してるのかなみたいな、取引先からすると意味が分かんない。あれ分かる俺の言ってること。分かるよ。なんで社内でまた。いや、まあ、単純に、うん、まあ、僕がいるとして社長がいて、ラオスが僕の否定を、そうそうそう、社外でするっていうやばいことをしてるよね。いや、やばいよねこれ。だからビジネスできないわ多分これ。うん、このスタンスだったら論外です。ビジネスの美の字も論外。だからすごいよね。もうここまで来て、もうさ、しつこくごめんね、目的が。あのエリナより私のが優秀ですってことがここでのプレゼンの目的になってしまってるし、いや私はここに賛同してませんよって、これいらないじゃん。もう持ってきたんだから、もうここではエリナをどれだけ立てるか、そうで、なんたら守るかよ。そのそう、マリナちゃん、マリアちゃんがいらない、うん、高いって言ったのであれば、いやいや、それは今のリサーチとは関係ないですよねと。高いか安いかって言ったら、市場的に見て高いか安いか、マリアちゃんなら知ってるから聞いただけで、価格的に安く設定してるじゃないですかと。だからそれちょっとあのずれてますよみたいな守り方をしてあげるのだったらいいけど、でしかも代表がプレゼンしてるわけでしょ。90万です、40万ですみたいな、私はいらないと思ったんですけど、あのそう発言すんなっていう。まあでもこれで分かったんじゃないですか、誰が一番優秀かっていうのは。やっぱ水木ですよ。タメクイさんの時水木なんですよ、これは。いや、これ救えないっすよ。だってさっきタメクイさんは取れ高使うと失敗してますから。ああ。やっぱうちの水木はやっぱこう無意識でもこういう空気を生み出せるっていうのはやっぱ優秀さなんですよ。うちの水木やっぱ優秀なんですよ。そうだね。
うちのやめて。どこのどこの。え、うちのうちの。うちのやめて。うち、うちこれなんかワンちゃん負けたりしたらうちに入社。ええ。まあワンちゃんね。おおはいはい。やっかいな臭いさんのこんなの。ある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 。ないわ。でも水木さんマジうちのチャンネルで弁解した方がいいですよ。あまりにも見え方悪いから本当に出てきた方がいいですよ絶対。悪すぎだね。まあこのためくにさんの顔をこう抜かせることを水木は誘導させてますからね。うん、なるほどね。こう言ったらためくにさん抜かれるだろうみたいな。天才天才だよ。しかもそこまでかって番組の世界を知ってるから見てきたから。まあでもまあちょっとここまで来ると今までは単純に小競り合いだったけど本当に小競り合いっていうのは対外的なものがない身内でやってればいいじゃん。僕らが4人で喧嘩してるなんて誰にも迷惑かけないじゃん。そこはいいと思うの。それがただ映像として見えてますっていう状態だから叩かれてしまう。この現象はいいと思うんだけど、あのマリアちゃんとその光栄くんがいるってなったらもう外部の社外の人じゃん。その人とのリアルな戦いビジネスシーンで起きるってことをさ示してしまってるわけじゃん。この他で本気でリアルなもう海に出た時も社長を立てられないです、自分たちが出したプロダクトに対してディスをしてしまうっていうのが出てしまってる。これはマジで救いようがない。え、何ゴキブリ、ゴキブリだ、やだ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 、ゴキブリだ、やだ、初めて見た、やばい、初めて見た、一平助けて、一平、え、みんな見るよ、でかいよ、でかいよ、一平、うわ、でかいな、でかいな、一平、どこどこどこ、ペーちゃん、今下下、ペー持ってきて、助けて、ペー助けて、ペーゴキジェット、ペーゴキブリ、やっぱ秋田の人からしたらカブトムシでしょこれ。どこにいる、いやでもゴキブリアレルギーなんですよ。あはは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 はお母さん、ちょっとお母さん、もっと待って、もっと待って、もっと待って、しゃ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 、危ない危ない危ない、いやいもう本当にやばい。はいはい、では再開しましょうか。はい、何が起こったかもう忘れちゃったよ。あーあれだよ、その鳥居さんがライブに対してもライブに対して良くない動きをしたという。そういうことね。行きますか、とりあえず内容を思い出そう。パッケージでの金額の販売をするっていうところになりました。で、それも含めて、ごめんなさい、結論どっちなんですか。はい、長い話が金額は、なので、金額は藤巻さんたちの会社で、イベント制作を行うのであればここは不要。ただ、んそしたら絶対費用ですよね。お金払うあれがなくなっちゃいますけど、うん、あ、すみません、そしたら出店費用の部分です。で、ん出店費用って原価なんですよね、これ、はい、原価です。はい、そうするとどういうこと。エリアさんまとめてください。あ、はい、私がまとめます。はい、この
今回金額としては、2日間で開催するっていう場合は、まあ、この90万円っていう金額と、まあ、この1日あたりの金額なので、まあ、40万 ×2 になるんですけど、ここの金額に関してはちょっと本当に交渉ができるっていうところでちょっと下げられるっていうところがあるんですけど、まあ、ここは絶対的にかかる金額であります。なんでもしそのちょっとでもご興味があるっていうのであればすぐに今から確認をするっていうことは一応担当者の方に1時過ぎにもし必要があれば確認しますっていうことは伝えてますので金額を下げることはできます。はい、分かりました。はい、その他ご質問ありますか？大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。結構無駄っちゃったな。はい、もう負けでいいんじゃない？今のは何、急にぶっこんできた、多分暴走したんじゃないかな。怖い怖い怖い、うん、もう結構邪魔な動きしてますもんね、うるっていう意味でね。あ、ねえ、びっくりしました。突然だから急にぶっこんできたんですよね。はい、プレゼン前に意見が合わなかってまとまらずにプレゼンになったってことなんですかね、あれって。あ、じゃあプレゼン前から瑞希ちゃんは私はこうしたいって言ってたんだ、この費用はゼロでと。ギリギリまで、いや、クビになるわけじゃないんだよ。言い出しちゃった。要は、水木さんとしては、90万なくし、40万の売り上げで固く取り行こうっていうことだったんですか？だから赤字になりますよね。運営費用は全部完全に赤字でしょ。うん、ただ働きでもいいから、40を払ってほしいっていう戦略でいいんじゃないかって多分思ってたんじゃないですか。あー、なるほど。で、その腹落ちしないままプレゼンになったんで、途中で空気を変えようと思ったのか、多分、寝首をかきに行っちゃったから。その空気の読めなさってめっちゃ怖いですね。ね、一緒にビジネスやってる仲間あれやりだしたら怖いよね。怖い怖い怖いってなるよね。確かに。しかも本当悪くなかったじゃないですか、その反応も。藤巻さんの反応も、うん、ちょっと興味ありそうな。これさ、水木さん本当にノンタイトル出て今までのシーズンで一番損した人になっちゃってる、ね、もう、確かに。本当の意味のデジタルタトゥーっていうか、うん、ビジネスマンとして出てきてるじゃん。で、バリバリ実績もあるわけじゃん。なのにこのムーブやると本当にビジネスシーンで信用されないよね、うん、そのエンタメじゃなくなっちゃってきてるよね。もうリアルで怖くない？まだノンタイトルだからさ、あれだけど、これがさ、普通のさ、社会で起こり出すと、まあ、かなりやばいというか、うん、まあ、そこの信用度って今多分世田が発言したと思うんだけど、まあ、それは言ってやっぱ怖いというか、まあリスクというか、まあどうやっていくんだろうって思っちゃう。まあでも割と俺もそんな感じスタートとか、出続ければ変わる可能性あるんだね。こういうノンタイトル出るのやめてしまうとそういう人間がおるけど、出続ければ成長というかチャンスはある。いや、ちょっと違うと思うんですよ。松葉先生はやっぱワンの時でも言うて愛されてたと思うの。いや、松葉いるからおもろいっていう層はツーよりかは少なかったかもしれないけど、ワンの時でも言っていたんですよ、うん、でも水木さんのこれはなんか本当ビジネスエンタメじゃなくないから、もうビジネスシーンで本当足を引っ張る人みたいに見えちゃうのは全部ベクトルが自分なんだよね。もう主語自分というか、もう私が成功すればいいってなってるから、商品売る人としても多分本当に自分の実績成績にしか興味がない。でも俺らがそういったらそう見られちゃう。そうだよね。いや、ちょっと手を振れ、手を思うじゃん。いや、手を思うじゃん。うん、思い違うんだよ。でもシーズン5リベンジしてほしい、本当に。で、マジでリーダーやってほしい。そしてそれじゃまた見方が変わるかもしれない。まあでもね、それマジで本当にそうで、今このマイナスの発言してるラオスとかってマジで目先しか見えない人間で、これラオスと同じことを思ってる視聴者さん全員バカっすよ。鳥居瑞希っていう本質をマジで分かってないんですよ。どれだけ未来を先まで見れるかっていうところに、まあ、先見性としてそれが一定の能力として評価されるのであれば、松葉君言ってる通りシーズン5、6まで見て、なんなら多分12ぐらいまで鳥居さん見てる、全部出るんだよ。5、6、7、8、9、10、10、10、そんだけ負けるわ。鳥居成長物語を描いてるのか、今。そう。で、普通の考えね、みんなの脳みそだったら、もう読んで完結しちゃうじゃん。もうここでどうするかどうする、もう終わるか終わらないかでしょ。じゃないね、鳥居さんは12まで連続して出る将来設計をしているから、そこまで未来見てんの。なるほど。いや、マジで。なのか。いや、そう。だから、最初はどれだけ下の方がいいかって。で、逆に言うと、タメ国さん、ここで完結するから終わっちゃうのも。多分、出れてあと1回。で、僕なんかも出れてあと1回出たら、もう、すごいぐらいだけど、もう落ちようがないじゃん、株が。でも鳥居さんも落としきってるから、あとは残りの、まあ、12話まででずっと伸びしろだから。そうだ、ね、今ここまでもうマイナスだから。なりそうだ。全然90万ぐらいだったらみたいな雰囲気はあったじゃないですか。本当にするけどな、俺ゼロにするとか言われたらちょっと90万高く感じちゃいますよね。そんなにできるんだ、ワンチャンゼロいけちゃうんだみたいになったら、うん、90万かともなりますしね。いや、この後揉めるでしょ。
でも揉めるよ、間違いない。間違いないですか。エリナちゃんもニコニコ笑顔で言ってまいましたけど、何言ってんの、引きつってましたよ、ね、ましたね。メンズチーム、ではチームブルー10分間スタート。はい、改めてチームブルーリーダーの為國と申します。よろしくお願いします。お願いします。で今回の2つの提案はどちらもカドレ様の法人へのご提案になります。で、まず1つ目なんですが、公式 LINE のマーケティング実行支援および代行になります。現状今お二人の会社は YouTube で のインプレッションはかなり獲得できているんですが、比較検討層を、取り壊している、可能性が高いと考えておりますと。で、YouTube の概要欄など全て確認させていただいたんですけれども、認知を売上につなげる、動線が、現状あまり仕組み化されていないというふうに考えております。で、認知に関してはもう現状全く問題ないですと。ただ、高品質高価格帯の商品の欠点である成約率が低いっていうのが今御社の現状の課題だと思っていて、じゃあその方々を LINE に誘導して、その魅力であったり効果っていうのをテキスト動画画像で配信することで比較検討層の顕在化を図ってまいります。じゃあ実際成約率向上の秘策、どんなことをやっていくのかっていうお話なんですけれども、定期配信でカドレの商品紹介、新商品の告知など購入意欲を高める配信を行っていきますと。で、単純に接触回数を増やすことによって、家電を買うってなった時にカドレさんが、皆さんの頭に思い浮かぶように、これで配信をしていきます。じゃあ実際いくらかかるのかなんですけれども、初期費用は50万円で、運用費用は月額10万円っていう形になるんですが、半年の運用で、ご提案をさせていただきたいと思います。で、運用費用もずっとかかっていくものではなくて、半年間でもうお二人が分析改善できるところまで内製化支援というところもさせていただくので、金額としては50万足す6ヶ月の、60万の計110万でいいものをご提供できると思っております。2つ目のご提案内容ですが、ちょっとかなり雰囲気が変わります。カドレの休日への我々の出演権になります。で、僕以外のお二人が出演する場合にはもうコース費分ぐらいの1万円で結構です。で、理由で言うと二人はデモデーまで残っているかが正直わからないということで一旦1万円にしますと。で、僕なんですが、今回リーダーはクビルール除外っていう設定になっているんで、僕は最後まで、残っていることが確定しているので3人の場合には10万円ですと。で、特典としては御社のチャンネルにデモデーが終わった後必ず最初に出ます。今回の提案させていただいた以上、もしご購入いただけないともう僕らは出演させていただくことができないので、我々ぜひもちろん皆様のことずっと見てましたので、ぜひコラボしたいなと思っているので購入していただけたらと思っております。以上です。はい、ありがとうございます。あんまピンときてなかったね。ありがとうございます。ではカドレのお二人、質問いかがでしょうか。はい、ちょっとどっちからいこうか。じゃあこっちからいきますか、せっかく画面で。はい、ちょっとね、高いですね。高い、10万高いですね。でもなんか最後の発言がちょっと、要は何だ、本当に絶対って思ってたらその金額じゃないよねって、普通に思ったのが、あるので、なんかどういうふうに思ってるのかな、そのシーンだけちょっと知りたいなと思って。安かろう悪かろうだと思っていて、僕もともとというか営業マンなんですけど、10万円いただいたら10万円の効果は確実に出すと、考えてますと。で、低価格でもうとりあえず出るだけっていうよりは、10万もらったからにはきちっと再生回数出るような動きをするっていうのはまず大前提なんですけど。そうなんだ、10万分の動きできるんだ。おそらく僕これ出た後に、これ確定じゃないですけど、桑田さんのチャンネルとかいろんなところに呼ばれると思うんですよ。っていう時に門出さんのお話させていただいたりとか、10万に対する費用効果は僕の体を使えばどうにでも返せるっていうふうに考えたんで、10万という価格に、設定させてもらってます。なのでこれは僕からすると高いではなくて、めちゃくちゃ確実な安くした設定です。わかりました。
安いと思う。何もないです。何もない。厳しいな。はい、ではブルーありがとうございました。はい、では、カドレのお二人、一旦ちょっと別室へ、はい、別室へ、はい、協議いたしましょう。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ブルーチームはでも10万円ったらうちが払ってもいいんじゃない？響いてるかな。あ、響いてるかな。なんじゃない？その2人なんか青木さんが言ってらっしゃる、うん、言い方、プレゼンのその、なんか藤巻さんって言ってさすがにない感じでしたよ。やっぱヒカル君が前に言ってたその YouTube で基本タダで出るんだから、うん、そこじゃない、まあ、それもあるのね。お金を YouTube だって逆に言ったらエミリンとか僕に払ってないのにタメクニさんとかに払うってなったら僕らにも失礼になりますよ、ね。そうですよね。多分藤巻さんの立場がするとそういう視点も持つと思うんですよね。あとは最後のね、あのこれを買ってくれないんだったら今後は出ませんみたいなのの駆け引きが、ね、うん、キッチなのか今日なのかっていうとちょっとやらしい、ちょっとなんか上から言ってる感じがちょっとやらしいのかなって感じがしますよね。藤巻さんとしては確かにこれでさ、なんの上からなの、この件をさ選ばずにさ、出ないんだよねとか言って一発目コラボしたらそれは視聴者のそれで人として噛み合わない感じがします。まあちょっと最初のお前とかってだいぶ印象悪くしてる感はありますよね。そうね、それ結構でかくないですか。わかる。あれマリアちゃんもそこをすごく気になってたんじゃない。やっぱ女性ってそういうなんかいきなり高圧的な態度取る人嫌だと思う、うんうん、まあそうだよね。これレッドブルどっちが光くん、どっちも買わないとかある気しますけどね。あ、それも大きさありなんですか。まあそうですね、判断ですからね。ああ、なるほど。買わないと思う。じゃあ俺もその判断ありなら、そんな気がしちゃう感じでしたけど、なんかママのイベントの方が刺さってた気がしましたけどね。本来はね、本来はそれ刺さった気もしたんですけど、どうなのかな。やっぱ結構カグレってそのイベントとかしてるんですよ、うん、あの伊勢丹とか昔やってましたね。ポップアップとかやってますね。ポップアップやってるんで、そういうの結構積極的にやってるんで、イベントを多分ね、パワー持ってったと思うんだよね。出しどころはいいよね、あのイベント、ママたちへ。そこまではいいかもしれないですね。その後の下りがちょっと、ね、ちょっとこの人たち任せて大丈夫かとなりましたね。青木さんはどうですか。まあいたと思いますけど、予想してもらっていいですか。なんで予想するの。なんで予想するの。答えしてね。私やってるから。俺は予想してる。ジョイ頑張ってよ、ジョイ。ジョイ。どうなるんだろう。では早速結果発表に参りたいと思いますが、お二人は大丈夫ですか。はい、ちょっと一個だけ交渉とかできるんですか、これは。始める前に。何でしょう。ちょっとさっき、まあ、話しそびれちゃったんですけど、あの最後の男性チームチームブルーの方ですかね、はい、の方の、ライン周りのところの、まあ、金額感のところのこう価格交渉とかってできたりするんですか。ルール上 OK であれば伺います。ルールは問題ないです。大丈夫です。初期費用半額、縛り6ヶ月なしとかだったらどうですか。あ、25万でってことですか。そうです。ここで全部決めなきゃダメですか。費用の、まあ、興味があるから聞くわけですからね、うん、初期費用半額。今回、通常は絶対割引しないという前提で初期費用40万の2ヶ月運用だ、どうしようかな。2ヶ月運用だったら結論 OK で、理由で言うと多分2ヶ月お付き合いいただいてたら僕らともうちょっとお付き合いした方がいいっていう判断になるんで、6ヶ月縛りはあんまり気にしてないですと。わかりました。ありがとうございます。はい、はいはい、では、ミッション2が、これで終わりましたので、カドレのお二人に結果の発表をしていただければと思います。はい、ラインがあるのかな。チームレッドからは、買いません。うん、買わず。はい、そっか。まあやっぱりこうマリアちゃんからもフィードバックあったんですけど、資料の精度がやっぱ低かった、リサーチ不足だなっていうのはすごい感じましたと。正直1時間ぐらい2時間ぐらいリサーチして、まあ、パパッと資料作ってしまったのかなっていうのをやっぱ印象としては感じました。そこの部分ですかね。あとまあ気になったのはその1ページ目のカドレの表記とかも間違ってたりして、本当に資料見直して作ったのかなとか、まあ、そういうちょっと細々したところも気になり、まあ、内容としてもどう違うの、うん、ちょっと違うなと思って。ああ大事なところだよね。かっていうところでは対するブルー、はい、チームブルーからは、
白の目いい LINE の方を買おうと思います。おー、LINE だ、はい。まあ、理由としては、まあ、ちょっとこの場で、まあ、金額交渉して、まあ、どこまでいけるのかなっていうこのリアル感をちょっと楽しませてもらったんですけどまあ実際ちょっと LINE アットの運用作ったはいいものの、まあ、やらなきゃいけないなっていう、 こう運用担当者不足みたいなものは感じてたんで、まあ、実際この弊社としてもやりたいっていうところのニーズとマッチしていて、まあ、実際こう どういう過程で増えていくのかとかも多分視聴者さんも多分見たいなと思ってたんで、まあ、やってみたら面白いかなっていうところでぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます、はい。おー、これはお見事じゃない。これは応援バッシュね、結果を ね、動画で ね、再生でもなるし、まあ、というところで、チームレッドからはお買い上げなしという結果です。水木さんの表情がなんかちょっとね、うん、でチームブルーからは、そうですね、初期費用のところ40万円プラス、2ヶ月分20万円分の運用というところで合計60万円対0万円というところでチームブルーの勝利です。おめでとうございます。ありがとうございます。衰退しちゃなんか今回の審査ありがとうございました。ありがとうございました。読んでいただきありがとうございます。大波乱起きるんじゃないのこの後。負けたというよりかは、責任感じちゃってるかも。自分の失態に責任感じるのかな。あら。でもか。難しい。完全に1対2の構造になっちゃいましたね。そうですね。乾杯でした。うん。そうやね。そうだ。精神的に大丈夫なんだ。だいぶ感じが病んでる、病んでる感じの、ね、まだ一生いっぱいですか。うわー辛い。でもいなくなる。男性対女性の構図に最終オーディションでなった時に正直めちゃくちゃショックでした。私が出たかったのタイトルじゃないなって思って、やっぱやりにくいんですよ女性同士で。なるほど。てかもう聞いたことないですよ女性3人で起業って。あんまりない、世の中でも多分ほぼない気がしますけどね、うんうん。カヌレって食べたことあります？カヌレって俺わかんない。俺も あんまり洋菓子ってかお菓子、俺大福とか好きだけど。和菓子も今笑うとこだったけど。なんで？いや大福みたいな顔で大福食べんなみたいなよく言われるんだけど、ボケだった。こちらいいぞ、いいぞこちら。ボカンがあげるぞ、上がるぞ。そういうところが見たいでみんな。いや確かにちょっと思ったけど。大福っぽいじゃん。うん。なんか。だから大福っていじっていい人なのか。いやそれはなんか散々いじるやん。散々いじるやん。僕はもういじらずにいられなかったのは。ああ。すごい。お疲れ様です。もっと。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。購入していただいてね、出演 NG なんですけど。あ、大丈夫です。はい。全然。ありがとうございます、今日は。ありがとうございます。ありがとうございます。さっきの方が出なくなるってこと？このままでいいのかなっていうのは、女性チームが。っていうのは。まあでも、さっき藤巻さんがおっしゃってた通りで、なんか相手なんか気にしなくていいじゃんっていうのが、その通りだなって。思いました。長すぎますよ、マジで。言われてなかった、ね、長すぎますって。言われてますね。いいですか、はい。あの、値下げ交渉が入ったじゃないですか。あれで、もう1円も値下げできません。だったら、買わなかったですか。買わなかったと思います。おー、そうなんだ。あっぷね。買わなかったと思います。ギリどこまででした？まあ、そこまで厳密に考えてなかったですけど、まあ、50万前後かなと思ってたんですよ。あ、50万前後。はい。うん、なので、まあ、本当絶妙なラインだなと思ったんで、いいなと思って、あのやり取りも楽しかったんで、それも含めて、ヒリヒリしたんじゃないの？だから結局僕らの準備金、あの4万しかプラスにならない。だそうです。なんか今のチーム状況におけるなんか課題とかってあるんですか？あのできる風を見せて、全然できない。まだ小次郎がそうなんだ。最初僕はすごくできるやつなんだと思ってたんですけど、うんうん、実は全然できなかった、はいはい、っていうのが最近判明して、うん、僕はそれにできなかったのにあんな言い方してたの、うん、っていうのをさっきまあまあただその僕とかは意外にその資料の作りってどうでもいいというか見やすければいいじゃんっていうタイプだったんで、多分そこをすごく逆に彼が作ってきた資料がすごいしっかり、うん、はいはい、おしゃれな
資料だったんで、多分そこを多分ダメ出しされてるんですけど、まあまあまあなんかできなかったらできないでいいんですよ、わかんない、じゃあ、 お願いするよでいいんですけど、パワーとかも全然やってきたしっていう感じなんですよ、うん、それはちょっと誇張しすぎないそのそれを、うん、分かる、過去をね、嘘をつかないで、嘘じゃなくて過去自分でやった時代もあるよってこと、だからこの話ってその、うん、できるできないの中にめちゃくちゃ大きなグラデーションがあるじゃないですか、その自分が持ってるできるとその相手が持ってるできるってやっぱ絶対に差分があって、うんうんうん、そこのすり合わせができればいいんじゃないかなと思ってて、うん、出発点の前提だけすり合わせるようなコミュニケーション取れればいいのかなと思いますし、かつでもそれを逆に相手にぶつけられてる時点で割とこう仲は深まってるというか、まあなんか話せてんのかなと思ってて、いいんじゃないですか、優秀だわ、ね、優秀だわ藤巻さん、見事だね、なんだろう、この安心感すごいね、うん、藤巻さん、うん、なんで役割分担を今後決めていく部分、うん、で彼がリーダーでもう完全トップダウンなんで、うん、しっかり役割分担さえ決まっちゃえば問題ないのかなと思ってます、サメクイさん、藤巻さんみたいなのやりたいんでしょうね、本当はね、本当はね、なんでしょうね、賢いじゃないですか、藤巻さんって、なんかもう安定感すごいですよね、今日初めましてなんで、皆さんのなんかこう関係とか能力値みたいなとこ分かってないんですけど、なんかどういうことができて、どういうことができないみたいな決まってるんですか、あるんですか、もう根本的に、私その今のじゃあ、はい、私が昨日の午前中に何をやってたかっていうと、うん、何をやってたか、みずきちゃんのやってきたこととできることを伝えてもらっちゃう、あ、すいません、はい、私の質問が悪かったと今思ったので質問変えていいですか、はい、さっきの一連流れを拝見した中では、うん、正直3人のバランスがめちゃくちゃいびつだなっていう感想を持っていて、まあ、今のお話でも多分お一人でなんか戦われてる感じですよね、うん、で、まあサブでなんかお二人でセットで動かれてるみたいな感じだと思うんですけど、うん、その辺のなんかこうチームでの問題みたいなのってないんですか、短時間でもすごく感じられたんですけど、うんうん、課題感じてらっしゃるかなと思うんですが、どうですか、はい、で、はい、まずリーダーに決まりましたと、はい、で、あ、リーダーですよね、はいはい、なので私はその今まで自分がこう前に出てやってきた立場ではあるんですけれども、はい、一歩下がって、リーダーを支える存在だろうって決めたんですよ、なるほど、はい、それ何にもかかわらずその立ち回りがまだできてなくて、うん、それが現状です、本当に言い方もあれかもしれないですけど、腫れ物に触るようなコミュニケーションを取っているなって思ったんですね、でご自身がちょっとコミュニケーションずれている自覚はあるんですかね、はい、あるんですよね、でそれは多分水木さんが自分で直していかなきゃいけないところもあると思うんですけど、お二人が助長してる気がするんですよ、それってチームとしては最悪の状況だったと思うんですよ、うんうんうん、90万円なしでもいいですみたいな、うん、あそこでやるべきコミュニケーションではなかったですよね、うん、なぜなら買う気がなくなるから、うん、なんか本当に皆さんが意識しなきゃいけないなって思うのは自分の保身ではなくてその先にいる誰かにどう伝えるかどう見えるかだから、うん、その今やってる行為がどれだけ私たちないしはその先の視聴者が買う気をなくすかっていうところに考えを持っていった方がいいんじゃないかなって思ってます、なんかいつも質問した時になぜそれに至ったかの過程をまず喋り出すんですけど、うん、それって求めてないですよね、だからそれを話されると何の話してるのってみんなが違和感感じちゃうと思うんですよね、うん、でおそらくお一人でそれを自覚するの難しいからタイミングタイミングでお二人が言わないと、うん、難しいと思ってる、多分気づいてると思うんですよ、でも言うのめちゃくちゃいいってなったから、この3人そもそも波長合ってないですもんねはっきり言ったそうですから合わないっていう前提で動いた方がよくって、なんか合わせようみたいな、とにかく合わせようみたいにやめた方がいいと、そのムーブ合わないと思う、この3人はいやそれ気づいた、これが多分救うってことかもしれない、お兄さんもはいはいはい、変わる、いやまあまあでも無理だと思うけどね、その、うん、まあ、でもなんか主語が全て私はだよね、結局チームの話を質問された時も私はだもんね、最初僕なんかもう本当にノンタイトルこう見て分かんなくなってるのは、まあ、主語を女性にして女性が嫌いなのか、このこういう女性らしい女性が嫌いなのか、鳥居さんみたいな人が嫌いなのかもう分かんないぐらいもうストレスがすごくて、鳥居さんのことは好きだよ、取れそうじゃなくて、見た今のこの真面目な5分間ぐらい誰も止めなかったし誰も泣いてなかったじゃん、
おみさんはやっぱ今のままがいいんだよ。はい、でやっぱこの LINE のやつはやっぱ単純にまあなんかこう、まあ、僕も LINE ってそんな効果あんのかなじゃあ単純に思っちゃって、はい、じゃあ自分の会社にそれこそ入れてやったらどうなのかなと気になったし、うん、だからまあ採用する理由は全然わかりますけど、はい、あんだけ自信満々に言ったらまあ本当そうなのかなとも思いますし、うん、でもなんかやっぱこうシーズン1の2人がなんか明らかに優秀すぎて、はい、今回の回で全員がレベルアップするんじゃないかなって感じましたけどね。そうですね、こういう刺激が入ってて、うん、そうだからためてるのは小次郎さんもやっぱ結構なんかこう藤巻さんの話聞いてちょっとかなり改心したじゃないけどなんかこう意識入れ替えた気がするんですよね、うんうん、そうね、響いてるっぽかったもんね。あとは水木ちゃんがこう問題って思うんですけど、まあ残る最後にじゃ問題ないかったら、ね、結構全然問題あると思うんで、はい、そうなんですよ。そこに最後気づけるかと思うんで、今回水木ちゃんが一方的に攻められたんですけど、うん、それを全部水木ちゃんせいにしちゃったら多分もう終わっちゃうと思うんで、うん、はっきり言われてましたよ、3人の波長が合わないと割り合いだし、一生あったことないですね、うん、一生あったことないですね、全員思ってるし合ってないのに感情的にやってるのであると思うんですね。合ってないことは僕、機械のやるべきだと思うんですよ、うん、例えば、どういうふうに機械的にやるの。だから本当に完全に分担決めて口も出さないっていうレベル感で、へぇ、口も出さない、おい、はい、本当に結構もう心削るんで機械的に接する、根本の性格があるから、はい、そんな簡単に治らないじゃないですか。だからやっぱリーダーのエンジナちゃんがもう一個上のステージに行って水木ちゃんをちゃんと褒めながらこうコントロールしていく必要がありますよね。なるほど、はい、だから本当笑顔で水木ちゃんありがとうとか言うから水木ちゃん喜ぶと思うんですよ。はい、それもやらないんで思ってなくても言ったりとか、はい、ケアしてあげる、それが心を殺すところなんで、やっぱり、はい、あ深っ、深っ、カリスマだもん。10分ぐらい喋りたいからエレンちゃんとでも意見はどうだと今はもう知らないんだよね。いやいや、だいぶ進んでるんでリアルタイムで、はい、すごい、違うんですよ、エレンちゃん誰かいないんだよ。あとは届かない、そうですね、はい、そうだよね、ノンタイトルはそれがあるもんね。ビルドチカウンドって、ほなミッション2無事購入いただきましたね。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。うまー。ビールうまー。コースター。だこれ全部作った。あ、作った。今日は。ユーマロさんが飲みたいな。カロリー高そうだからいらない。野菜。酒飲んでるからいい。野菜いらない。野菜食べないと。栄養悪いぞ、栄養バランス悪いよ。そんなん食べてるからって言うんだよ。今日論破された人ですよね。論破された今日ね、論破された人ですよ。あれはね、初めて見た俺は。俺、あれ言われた瞬間、はっ倒してやろうかと思ったよ。あのブレイキングダウンじゃないしと思って。やめろ、男女はダメだよ。まあ、てかさ、まあ、俺らだけでもあれだしさ、まあ、とりあえず今日はあれじゃない、女子おる、まあいいんじゃない、まあ心境も聞いてみたいし、いいんじゃない、誰だよロンバしないよ、しよう、行くよ、二人が行くとさ、いや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 、だから需要できてる、ザキヤマに見えてたんだけど、俺だけなんかノリとか笑いの仕方ご飯食べます、え、いつの日作ったと、お疲れ、はい、作ったとっ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 と、じゃあ、皆さん、グラス持っていただいて、とりあえずミッション2、お疲れ様でした。みんな頑張ったな。乾杯、乾杯、お疲れ様です。小次郎は、俺が事業案ずっと考えてる間、ずっと料理作ってるイメージ。あ、それね、違う違う、それが、俺ね、多分、一人の時間が欲しくなると思った。あ、タイプ的に。でも、作詞がいないから人といたい、本当は。難しい。そうなんだよ。自分で難しいなと思って。どっち？僕はずっと人といたいですね。あ、そうなんだ。意外。だってお前意外じゃない。ナンバとかしないでしょ？ナンバしますよ。まあ、しますよ。で、ナンバって超簡単なんですよ。ナンバって女の子の懸念点を基本的に解消してあげればよくて。基本的に、一
ちいちはやったことないんで、まずそのグループナンパっていうのを全然。ちいちないのかよ。女の子の懸念ってまず3つ解消してあげましょう。まず1つで言うと。ナンパっすら欲しかった。これタイトルなんですよ。つまんなかった場合に、長時間一緒にいなきゃいけないんじゃないかリスク。はい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 。確かに言うよ。間違いない。間違いない。2つ目、チャラくてやりもくの男たち。あ、やだ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 。で、3つ目、もしかしたら割り勘にされるんじゃないか。あ、それは確かに。はい、どう解決するんですか。まず、僕、お忙しいとこすみませんってことで。で、今、先輩たちと飲んでて、もしよかったら一杯ご紹介してもらえませんかって、もっと一杯飲んだら、もうそのまま抜けていただいていいんでってやると、誠実で、かつちょっとかわいそうムーブで一杯飲んだら抜けていいとか10分だけでいいんでって言って呼び込むっていうのが今の漢文の中に全てが盛り込まれてる。すげえな、はい、でかつ僕の顔があるっていう、今はちょっと微妙なので分かったんですけど、20代の頃の話なんで講演会やってもらっていい？俺が付き合いホストクラブでさあっそれタメクニプチ情報まだ持ってんの。いやなんか最近ごめんなさい、これ対決本当近かったら申し訳ないんですけど、割とキャバクラに結構行ってるらしくて、そのまあお付き合いもありつつ、いいのそんなこと言って本当かどうかわかんない。だからそのお付き合いもある、だからナンパ公表するから女の子好きっていうの多分あると思うんですよ、うん、でキャバクラ行って、なんかキャバクラちょっとレベル高いじゃん東京とかって、うんうん、だからなかなかうまくいけない、なんかこう自分の思い通りにいけないらしいから、その分を愛席屋に行って、ずっと愛席屋の子を水にしてるらしい。松葉くんと一緒じゃん。俺はしてない。やめて一緒にすんの。いやでも、向こうも思ってるわ。いや、俺の場合は、キャバクラで失敗した愛席屋で、うっぷんじゃないからさ。うん、行って愛席屋の女の礼儀がなかったら、うっぷんを晴らすみたいな感じだから。まあ、でも一つ分かることは、この理屈を展開する人がモテるはずがないっていう、それだけ。し、多分うまくも言ってない。タメクニさんが僕本当に好きなところは、圧倒的にこう合理性を求めているのに圧倒的に客観性が乏しいっていうのがいやこれはめちゃくちゃこのギャップが良くて、すごい親近感を湧くというか、このギャップが僕めっちゃ好きで、だって言ってて明らかにさ真面目に言ってるとしたら客観的視点ないじゃん、どうやって見られるかは分かってないわけじゃん、そこがめっちゃいいと思うんだよ。でやっぱ右脳と左脳だよね、発達の具合がちょっとねバランス悪いとこうなるっていうのが顕著に出たモデル。もうこれ以上ネタないんで。どういうリーダーが一番そのチームに必要だと思う。すごい話題いったね。来ます。これ死んだ急に。あ、じゃあ分かった、俺ら男が女の子のリーダーはこの子であってほしいって言ってたのがあります。誰だと思いますか。あ、そんな話してたの。はい、で、満場一致でした。でも私も愛ちゃん、僕選んだと思うよ、いいのかなって。なんかその結局ここでその話が断行するっていうところとか含めて、愛ちゃんがいいんだろうなっていうのはすごい思ったかなって感じ。4人がエリナだってくれという判断だったんで、まあ理由は一旦いいけど、でもね、まあ、ある程度自信持って頑張ってみる。この3人がエリナが引っ張っていくのが一番いいっていうのが、まあ、いろんな経営者を見た人、まあ、あんま付き合いが浅いんで、別にそんな全然ずれてる可能性はあるんだけど、こっちも全員3人が3人エリナがいいんじゃないって思ったんだから、もうそこは自信持って頑張ったらいいんじゃないですか。大丈夫。素敵、泣いちゃうよ。泣いちゃう。え、じゃあなんか嬉しいはなんか嬉しいって受け止め、泣えるから泣きちゃう、涙出てきたけど。いや泣けちゃうちょっと。いいね、いいシーンだね。いいシーンだね。はい、ここでスポンサーさんのご紹介です。次のミッション、僕の予想は事業計画を考えろ。そろそろ考えたい。青木さんがもう事業計画を考えろ。似てる。レッドなんかもうそれ事業の話とかしてんの。でもなんか各々でとりあえず考えようみたいな。お疲れ様です。お疲れ様です。それでは私が来たということは準備はよろしいですか。はい。次のミッションを発表します。これさ、ミッション3、
ビジネスプランを考えろです。やっと来た。ほぼ同じ言い方でね、考えろ予想してました。シーズン2って言ったら怒られてたからね、これ。2週間後にプレゼン形式で皆さんは発表していただきます。プレゼン時間は10分プラス質疑応答です。判断する方は起業家および投資家計5名いらっしゃいますので、その5名に対してプレゼンをしていただきます。そのうち支持の多かったチームが勝利となります。なおですね、今回クビルールございます。ただし両チームが満票であれば両チームともクビはございません。そして過半数に達しなければ勝ったチームだとしてもクビが発動します。なるほどね。勝っても厳しい。2対0だと両方クビってことか。いやー、おもろいな。ちゃんと振り落としに来ました ね番組側が。以上がルールですが、ここまでで質問とかございますか。はい、はい、今回は青木塾ってないんですか。私たちもできたら、はい、青木塾みたいです。必要であればやりましょう。はい、お願いしたいです。わ、はい、かりました。適切なアドバイスができればと思ってますのでやります。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ビジネスプランを皆さん考えるということで、少し参考になればなというふうに思ってますので青木塾を開講いたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、まずは重要なのはセンターピンを倒せそうかっていうのはありますけども、弱小球団です、スタートアップは。テコを効かせてバタバタバタと倒さないと、ずっとお金をかけ続けるってことはできないじゃないですか。例えばここに今6人いますけど、6人に僕が営業しなきゃいけないっていうのは結構辛いわけです。でも仕組みを使って例えば1回ウェビナーを開催すれば6人が同時に聞いてくれるんだったら僕は1回のエネルギーでいいじゃないですか。このレバレッジが効いてるかどうかっていうのはすごく大事なので、これがつまりセンターピンを倒せそうかっていうところですね。で次に、顧客のインサイトは理解できているか。インサイトって分かる？分かんない。なんかインスタのやつでしか見たことないですね。棒グラフみたいなやつ。あ、そっちね、そっちね。お客さんの潜在的な欲求とか根本の、思ってることとかっていうのをちゃんと捉えているかっていうのはすごく重要です。これはなぜそれをあえて言ってるかっていうと、お客さんは嘘をつきます、必ず。これは変な意味じゃなくって人間そうなんです。アンケートだけを取って、あ、500人に聞いたらみんなこういうものを作ったら欲しいって言ってますみたいなリサーチは書けると思うんですけど、その先のインサイトのところまで行くリサーチがすごく重要ですっていう意味です、で、次に自分がやるべきなのかっていうふうに書いてありますけども、これも結構重要で、本当にこれ自分じゃなきゃいけないんだっけっていうのは考えてください。なんで小次郎くんがそんな美容系なのみたいな。美容系じゃないって言ってるわけじゃない。確かに確かに。美容系やるんだったら、例えば僕だったらフィットネスとかダイエットとか、そうっていう方がいいですよね。そうだから、そういうのは本当に自分がやるべきなのかっていうのを捉えてると、ものすごく人は納得しやすいです。人が納得しやすいってことは、投資家も、関わってる人も、ああなるほどね、分かる分かる、なんかすごい良さそうじゃんっていう雰囲気がします。あとはここは死ぬまでやれるかっていうのはありますけども、実際に死ぬまでやる必要はないです。ただ事業が難しくなった時に心が折れて終わっていくんですよ。廃業したり破産をしたりする時っていうのはほとんどが心が折れます。なぜ心が折れるかっていうと、自分が本当にそれをしたいと思ってなかったからとか、俺はやれって言われたんでやってただけなんでとか、何かしらの逃げる理由を人間は探します、自分を守るために。だから毎回思っててほしいのは、起業家たるものは死ぬまでこれやろうっていうふうに本当に腹決めしてやれてるかっていうのはめちゃめちゃ重要です。ここまで何か質問ありますか。質問じゃなくて、はい、感想なんですけど、はい、僕もともと事業ほぼ固いやつ考えてきたんですけど、はい、この番組ならではで、僕ならではで、かつヒカルさん、ミクルさんと相性がめちゃくちゃいい事業がこれ聞いて出てきたので、お早く打ち合わせに入りたい。
はい、わかりました。長いと長すぎると。いやでも僕マジで全然そういうのやろうって1ミリも思ってなくて、うん、あれやんって思って青木さんの言葉からのチョイスでなったんですよ。あ、じゃあディスられたわけではないと。あ、いやいやじゃなくて僕はここにすごく失礼な言い方すると、うん、何も期待してなかったんです。どうせ知っとること言うだけだろうなみたいな、はい、素人向けにさって。で僕15分前ぐらいから15分前ぐらいパンってなってめっちゃソワソワしてたんですよ。ずっとちょっと気づきがあったってことですね。ちょっとっていうか完全になんか人生初めてのインスピレーションみたいな感覚で今僕ちょっとワクワクが止まってないんです。心から嬉しいです。ありがとうございます、はいはい。楽しみ。ほな、タメちゃんの、いいですか？もうパーひらめ、もうワクワクして。待って待って、え、うん、笑った？笑ってんだ。さ、わかんない。いや、めっちゃ憎い。でも、青木さんと話した時にもうワクワクしすぎて手は震える。起業というか、カーブというか、あ、そっちみたいな感じで思われると思う。変化球とか。変化球。まあまあ。はいはい、じゃあ結論から言うね。うん、テラスハウスを作ります。で、どういうことかっていうと、僕はテラスハウスがなくなったことが結構人生の憤りではあったので、っていう人はたくさんいると思う。好きなんだ。で、今 YouTube としていきなり今新しいものを作って伸びる時代ではないわけ。でも、うん、僕のチャンネルの方で恋愛企画をやるとそもそもめっちゃ伸びるんですよ。アベレージ3万が10万超えるし、うん、で、それこそ青汁王子とかエビスジャップとか中町兄弟とかがそのバチェラー企画のなんつうのリメイクじゃなくてなんて言うんだっけ、その真似事みたいなやつ、パロディ、うんうん、もう普通の再生よりも超伸びてんだよ、うんうん、で青木さんと相談してノンタイトルがそもそも儲かってなかったらなしの可能性はある。でも、うん、ノンタイトルがシーズン4までやってるってことは利益が出てるから、うん、俺はテラスハウスを作る会社を立ち上げたい。ネットフリックスの恋愛番組といえばテラスハウスだし、アベマの恋愛バラエティといえば今日好きになりましただし、うんうんうん、YouTube の恋愛バラエティといえば何ある？ないね、ないね、ないね。が、ないね。その番組名とか俺らが決めていけばいいと思うんだけど、これ100万人とか全然あると思うのよ僕は。大好きそうじゃないですか。めちゃくちゃいいじゃなかった。本当にやりたかったんですね、多分ね。うん、俺も今これが、うん、つまり僕らがやろうとしてるテレサハウスです。まあまあどうなるかわかんないけど、テレサハウスと、まあ、テレサハウスかけてるかって言ったら、まあ、若干かけてないわけですから。テレサハウスっていうね、なんでチャンネル分けたんですかって結構聞かれるんで、うん、もったいないとか言われるんだけど、それこそ YouTube ってアルゴリズムでもうそのチャンネルの系統の属性の人だけが集まってくるってものになってるから、テレサハウスっていう新しいチャンネルはもう番組として、まあ、ちょっとずつそこの成長もね、今ノンタイトルから追ってくれてる人たちは僕ら成長も見てもらえるし、もっと新しい層が入ってきやすいようにアルゴリズムも設定されるようにリアリティショー専門のチャンネルを立ち上げたっていう。これが今後、まあ、それこそ100万人とかも全然あり得るなと思ってるのは、一発目お金なんて正直頑張って集めたけどそんなかかってないもので、1万人をすぐ超えて、で1話目の再生数も今もずっと上がって22万いってるっていう。言ってしまえばノンタイトルの制作予算の10分の1以下、20分の1以下でノンタイトルの再生数の5分の1を出してるっていう評価だよね、うん、考えたら今後もっとスケールする可能性あるなっていうのを僕らがやってるんですっていう宣伝でした。コンサルティアルとか人材であるかと思ったら全然違かったですね。エリナちゃんオーディションでどんな案考えてきたか言うだけで出てきた時、なんか、うん、それこそ例えば結構いいかも。イベントで結局じゃあ何万人とか何千人とか、まあ、何百人ってこう一個のイベントに遊び来てもそれで終わり、はい解散みたいな感じだけど、例えばその就活につながるとかって思ってて、あ、オーディションで出した案まず知りたい。あ、OK、それを今話してるよ。ああ、うん、怖いです。なんでだよ。イベント事業をやるだけじゃなくて、うん、遊びに来たお客さんと一緒に仕事ができるような、 なんか環境っていうか、なんかちょっと難しいよね。イベントに来たお客さんとのつながって、そこから派生させてビジネスモデルを作るっていうこと、ちょっとどういうことだ。私のこの40の上ってこういう言い方、うん、相手にしなくないですか、はいはい、
でも30ぐらいの子って特有なのかな。結構時間あるね。そうですね、徐々に何かトゲは抜けてきますからね。こっち3日とかだったの。お疲れ様です。お疲れ様です。改善改善なんで、ルーツを作ってもらおうっていうノンタイトル側からの、さあビジネスモデルを今煮詰めてるところですよね。はい、そうです。今回の事業としては、うん、第二のテラスハウスを YouTube チャンネルとして立ち上げるっていうビジネスモデル で、伺いたいことで言うと、ノンタイトルの収支 と、サムライパートナーさんの観点から、一応ノンタイトルと同じような構成で作る想定なんで、それをそもそもやっていいのかっていうご回答いただきたいなというふうに思っています。そんな恋愛リアリティショー3人とも好きなの？2人の意見はほぼ聞いてないから、まあ、僕もバチェラーとかバチェロレッテとかもうめちゃくちゃ見てますね。ああそうなんだ、はい、へえ、まあ確かにね。一応言える範囲で言うと、まあ僕らはノンタイトルってやってるじゃん。はい。であれはワンクール3ヶ月間を年2回ぐらいかな、はい、でやってきます、はい、で基本的にはアドセンスってほとんどいかないので、はい、アドセンスはそもそも興味の対象外です僕ら。はい。うん。でまあ、スポンサー収益で、番組を、まあ、お金を集めて、はい、でそれ引く制作費の部分が、はい、最終的に残る利益ですよね、はい、でこれ自体はサムライパートナーズという YouTube のプロモーションの会社の中でいうと、はい、別にそれで食ってるわけではないので、はい、ここがメインのビジネスモデルになるってことですよね。はい、そうです。お、その先に何するっていうか、ここの客玉りは価値なの。いや、そうですね、はい、これに対して何するかをなんか作りたいよね。だ僕だったら、今言ったレンリアで、レンリアの中でもなんかレンリア大好きな人だけじゃなくて、ちょっとなんかバーティカルにしてもいいのかな、うん、なんかこういう人の属性だけで恋愛リアリティショーをやってみるとか。あ、なるほど。例えば全員子持ちですとか。なるほど。で子供向けブランドとかそういうのを、そう、新ママとシングルファザーとっていうのをくっつけて、まあ、小付きレンリアみたいなのを、はい、例えばやったとしたら、そこになんか広告になるものを入れてくれるじゃないですか、はい、おじいちゃんおばあちゃんだけとか、なんかそういうものをやっていくとそこをギュッと集めてるのって、その10万人集めてるのってすごいですよね、はい、っていうのだと、これ自体がビジネスになりそうな気がするので、はい、そうです。まあ、恋愛リアリティショーも、うん、まあ、こするにこすられてることなんで、結構きつい気もするんですよね。設定では大丈夫なんですね。普通にやるときついですね、うん、まあ、そもそもノンタイトルがあるんで、はい、僕たちが恋愛リアリティショーしなかった理由って、恋愛リアリティショーがすでにたくさんあったからなんですよ、うん、で企業リアリティショーはなかったんですよ世の中、はい、だからこれをやったんですよね。それでそこそこうまくいったって話で、うん、恋愛リアリティショーの難易度ってめっちゃ高いと思ってて、特に若い子なんですよ、リアリティショー見るのって、うん、だからおっさん3人がやったところでちょっとどうなのかなと思うんですよね。まあ作り手がね、うん、いや確かにね、うん、で昨日の話さらっとした後に、さあ、タメクニさん、僕らが作った恋愛リアリティショー絶対出てほしいんでお願いします。次作るやつ、あ、あれか、あれね、いや、あれの次。え、どれの次？いや、あれでしょ、今モチェラーでしょ。あ、違う、え、俺悪かと思った。40歳の王子と20歳の女の子のあれが恋愛リアリティショー。俺がすごい今やりたい、やろうとしてたやつね、うん、いや、ありだね、それ、それに出てもらう。で、田中さんも試写の人40だからさ、でリアリティショーってか、それ2人の恋愛を追うだけなの。いっぱい集めるの。いや、それで3人3人で、6人で共生活して、パパ活リアリティショー。え、で、パパは独身でしょ。まあまあ独身だけど、ちょっとお金持ちの40歳、まあバツイチの可能性もある、子持ちの可能性もある。それモーリーも入れたりと、あ、ダメだ、40じゃないの、四捨五入して顔だけだった。だ、女の子が20歳のもう本当に若い港区とかにいそうな大学生とか、うん、まあ、だからお金に興味がある人たちで、それは本当お金として付き合うのか、ガチな恋で付き合うのかで、女性はさ、年上結構好きだからさ、うん、20歳でも付き合う人は付き合うじゃん。でガチな声なのか、金の声なのか。いいね、面白い。いや、面白い。タメクニさん、じゃあぜひ出演のほどよろしくお願いいたします。一旦今のだけ言って。はい。はい。三つかな、候補。うんうん。はい。どうも。お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。まあ三つ四つぐらいちょっとなんかこう聞いてもらって。まず、はい、本当にそれ以上する必要があるのかないのかっていうところも含めてアドバイスいただけたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。
ちょっと事業案として考えてきたものをちょっと青木さんに聞いていただきたくていいですか。ちょっとで今日今から話す案はそのマネタイズというかその予算のこととかはこれをそもそも深掘りしていいかどうかによってあの聞ける先も変わってくるしこれからアポ取る先も聞かなきゃいけないので、でちょっとさっきの話をリーダー言ってもいい。どんどん行きましょう。じゃあもうすいません。本当に保険かけすぎ言葉に何を気にしてんのって思っちゃう。アフラーだよね。いやマジでそのもう前提と保険をかけるっていうのをちょっとでいいから減らしましょう。鳥居さん、あ、水木さんお願いします。鳥居さんにいいよ。え、じゃあなんかいやこれ言われても水木さんって言わないと セナトークで。あ、そうなの。そう、ちゃんとも番組と同じ名前にしてっていうオーディション継承ちゃってるからですよ、うん、我々。まあでもこれ制作も編集で切ろうとも切れるんだけどね、切らないっていう。これね絶対悪意あるよね。ここ一番切るじゃないですか。もうズバッて言ってるとこで使うのに。はい、長いんですよね、ちょっとね。私たちにしかできないビジネスって何かなって考えた時に、月に1回訪れる生理、はい、で、これのナプキンをトイレットペーパー型にしたものを日本で広めたいですと、うん、で、これご存知ですか。見たことない。これアメリカで今普及していて、アメリカでは当たり前のように設置されています。空港とか当たり前なの。当たり前なんですって。で私も一回の本当にみんな知ってる。じゃあ当たり前じゃないんじゃない、アメリカとかでも。これって何、需要どれぐらいあるの。うわーすげーって、そうそうそうっていう感覚ある、自分の友達も含めて。私の周りはこれまた青木さん、うん、これは水木さんをちゃんとかばうんですけど、これやめようって何回言えばわかんのって思う。明らかに違うじゃん。テラスハウスとこれどっちの方が伸びそうで、ね、テラスハウス、ため国さんが嫌なとこっちどっちが伸びそうですかって本当にフラットに見たらさ、こっちの方がまだありそうじゃない。見たことないしリサーチしてないから。でも女子からしたらお手洗いにあれがあったらすごくありがたいと思う。いやでしょ、急に来ちゃった時とか困るし。でしょ、うん、当たり前かどうかは別に今調べればいいだけだからさ。これなんか詰めてるじゃんずっと。いやそれ当たり前なの、え、みんなそうなんて。これ僕らもやると思う。でもマジでやめた方がいいですよ、この相手を見て話すのとか。これずっと言ってるけど、シーズン3 の思い出すね、うん、吉田君の時。いやそうマジでそう、盆栽と寿司スクールとかもそうだったけど、おにぎりにしろね、これで言うだけで萎縮しちゃうし、もうずっと弾かれるっていう。だってまだ分かんないもん、今の資料とか見てても。全部見えてないとしてもさ、ため国さんにもそれ言えって。マジでもう何回言えば分かんですか本当に。マジで長い。いやこれいやもう本当におかしいもん。これ出てる側の人さ全員をワンツースリー、もう全員のもう全員を代表していくけど、これみんな言うから逆の立場だった人は。で米尾さんも言ってたわけだもん、自分は忖度されてたって。ため国さんも明らかに忖度されてるもん。事業性で言ったらもっと、いやこれないよ無理だよ。一緒にさ恋愛の話をさどういうのがいいかななんて考えないで、いやもう無理だよ。もう侍でやってて結構厳しいからね、無理だよ。なんでできると思うの。二人好きなの本当に。え、バチェラーとバチェロレッテだけ見てたんじゃないの、それって好きって言えんのっていう言い方しなきゃいけないでしょ。そうですね、うん、アフラーかこの数日だけでも。かわいそう、病院の看護師さんとか、例えばこのさっきのトイレットペーパーのあのあれです。ごめん、ちょっと待って、あのガーッと押し込むとあの、はい、みんなそういう風になっちゃうんで、はい、フラットに僕は今話をしてるけど、はい、うん、まああったら素晴らしいなと思うんですけど、その実際そうなり得るのかなっていうのはなんか今の日本だと、もしこういうのがあったら多分めちゃめちゃ取っていく人いそうだなとか。日本で取ってくれたら海外もっと取られそうだけどね、そのイメージ。だってトイレットペーパー持って帰る人もいるぐらいだから、うん、これグワーってやって持って帰る人もいるかもしれないよ。まあ、でも高級ホテルとかだったらめっちゃ行くの、女性用トイレとかには全部設置する。なんか僕はちょっと恋愛要素っていうのがもしかしたらって思ってる部分があるのね、うん、ちょっとなんかこう、まあ、世代的な話になっちゃうんだけど、うん、なんか令和版朝ヤンみたいな。朝ヤン見てた。朝ヤンわかる、うん、朝ヤン知ったことある。朝ヤン知らない。朝ヤンってモーニング娘。が生まれたやつなのね、うん、もともとオーディション番組ナイナイとかがやってた、要するに恋愛リアリティっていうよりかはもう普通に YouTube で女性グループのオーディション番組やるみたいな方がおもろいかなと思って、まあ、サブだからサブになっちゃうかな俺は。その全く別次元の案として、そう、はいはい、どっちかっていうと。感想をどうぞ。それってもう結構こすってる
多分結構多いと思うから、うんうん、勝ち筋っていうのでは結構難しいのかなっていうふうに思ったかな、うんうん、じゃあ朝倉さんたちを活用するってなっても今朝倉さんがアイドルグループ作ってる最中っていうところで、あんまり建設的ではないと思ったのと、 あとその素人3人が集まって芸能事務所作ろうぜ、じゃあ YouTube 使ってやろうぜっていう案に聞こえてしまうんで、僕がやってほしいと言っていた意図とはちょっと違うかな、うんうんうん、YouTube っていう軸にとらわれすぎてるのかな。あ、 YouTube という軸にとらわれてくれて OK なんだけど、うん、そのおもろそうな企画だけだと結局その意味がなくて、確かにそのまず大前提は僕らとノンタイトルとその朝倉さん光さんの親和性がある企画をやりましょうと、一応それが全部あの抜けちゃってるかなみたいな、なんかもっとやることあったよね、できたなって思います、詰めれたなって思います。小次郎はちょっとあの論外だったんで、どうやって会社やってんだろうって思いましたけどまあプライド高いんで、ちょっとちゃんと持ち上げるとか持ち上げてやっていきたいと思います。え、何持ってきたっていうような感じでも、正直資料も見たけど全然書いてることはよく分かんないから、後ろが救われない、なんか今日直接話でいろいろ聞けたらいいなと思ったけど、まあ、結局分からず、まあ、落ちて、まあ、完全落ちるから何してたん、寝てたんですね。努力してゆうまろくん成長してきてますけど、そう、小次郎くんがちょっと追い抜かれ始めてますよね。若干ね、小次郎も怪しいですね。どうする、一旦みずきちゃん、え、2人さどんな感じでなんか練ってきたか聞きたい。先にあれから、うん、あの婚活サービスの事業の一つに絞って、うんうん、でちょっとそこを深掘りしてきたっていうような感じ。対面での婚活パーティーみたいなものとかも、あの定期的に実施をして、でかつそれを YouTube でのなんかこう婚活パーティー番組みたいなもので、あのエリナちゃんもちょっと言ってくれてたと思うんだけど、そういう配信みたいな形をしても、あのそういうあの YouTube の番組って今あんまりなかったと思うから、結構面白いんじゃないのかなっていうところ。ちょっとなんか似てますね、 YouTube 番組みたいな、うん、ね、うん、みんなそのうち依頼したいの？これさ、え、うん、何年ぐらい目標に考えてる？あの何年目標？大会までとか。いや、そこは分からへん。実際にその、まあ、人にもよると思うけど、早いところは早いやろし、で実際にその費用とかもそれ調べないと多分なんか費用も出せない気がするんだよね。あ、そうだから価格設定の方法のところも書いてるけど、うん、実際にじゃあ運営にどれぐらいコストがかかるのかとか、その上で決定しないといけないのかなとかっていうのは今考えてます。でも実際に、というか、じゃあこの仕組み作るのに初期費用ってどれくらいかかるかってところはまだ、うん、え、うん、全然分からへん。だからそこを算出した上で価格は実際に決まるのかなって、あくまでもこう相場感的にここは出したっていうイメージかな。えりなちゃんどんな感じ？私は、うん、水木ちゃんがリーダーみたいになってます ね、うん、共有しますね。あ、はい、えりなちゃんどうしたんだろう。私が本当にできることって、まあ、勢いと行動力とエネルギッシュ、なんかもう本当そこだけだなって思ってて、まあ、そんな私がなんかじゃあ何をしたいのかって言ったら、まあ、シングルマザーだから築けるビジネスモデル、 IT を活用して新しい働き方を創造する、新しく建てる新会社で、私と、あ、私のその新会社とお母さん自体が雇用関係を結んで、でそのまあ A 社とか業務提携で関係で働いてもらう、で新会社と A 社が業務提携の関係を結ぶっていうので、これさ、まず、じゃあ新会社のチームレッドとじゃあ A 社締結しました。で、一番最初に発生するお金ってどこで発生する？まず、あの今のエリナちゃん の、 そのイメージで言うと、A 社から、うん、じゃあ提携しますってなったら、うん、A 社が新会社、私たちの会社にじゃあ IT 導入の依頼が来る。 IT 導入の依頼が来る、 A 社に対してのだよね。うんうん、そう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 。で、だから A 社がお金を払う。 A 社から新会社にお金を払う。うん、
ってなったらもはやもうそこの新会社は 人材派遣会社を作っちゃった方がいいと思うんだよね。紹介じゃなくてもはや甘いって言われるかもしれないけど、まあ、今の私の限界がこれだから、正直今知識量増やしてなんかこういろいろ入れ込んで入れ込んでとかってするよりか、なんかこうアドバイスもらいたいなっていう、うん、まあ、だから一旦ちょっと思いは分かったのと、これを作ってきたからここからどうやってお金になるか考えてねって感じよね。ああ、OK、うんうん、了解です。そしたら、私が考えてきた案出します。私は、2つ持ってきて、国内初のトイレットペーパー型生理用品っていうとこで、もう3人も共通で月に1回来るまさかに備えたいなっていう思いから、かつもうこれは革命的なアイデアじゃないかなと思っていて、で、まあコンセプトはこんな感じですよと、で商品はこれ、このビジネスモデルは結構私は最初から一貫して言ってるのと、まあなんかそれをこの前のなんかズームとか見てたらさ、愛ちゃんとかなんか、なんか青木さんにあんな、青木さんにダメ出しされたのにまだやってるわ、ははみたいな言われてるのが私はちょっと腹立っちゃったんだけど、言われたんだそんなの。まあ事業なんかやるってなったらどれか熱量を持てるものじゃないといけないと思ってて、一人でも私はやりたいって思うぐらい結構本気で調べてきた、うん、っていうのがまずこれ、うん、で実際に、週末にちょっと話持ってったら、これめちゃくちゃいいじゃんってなったの。全然2人が乗ってない感じしますけど ね、 ね、いやいいと思う。一応僕の方で用意してるのはもう EXIT 前提の事業をちょっと作ろうと思ってて、で去年の3月に4000人集めて、その要はそういうフリーランスの人向けに何か商売したい会社に40から50店舗ぐらい、お金を出して出店してもらって、1日で、出た利益でいうと大体1000万ぐらいなのね。でそういった、事業をもう一回で、それもともと鴨本さんと俺でやってたんだけど、鴨本さん一旦もうそれ当分やる気がないって言ってて、俺がやってもいいって言ってたから、じゃあ今回ってさ、ヒカルさん、朝倉未来さんが出てもらうとか、発信してもらうっていうことを考えると、前回ってほぼ年収チャンネルと令和の虎関係の人たちのチャンネルの宣伝だけで4000人集められたから、うん、感覚2万人ぐらいは集められるかなと思ってんので、2万人集められるってことは LINE の登録も大体3万人ぐらい事前に登録してもらえるから、3万人の LINE 登録を集められるその会議とかって、売りますって言った時に買いたいっていう人って僕が知ってるだけで何人かいるのね。だからもう一回ドカンとイベントを、要はこの視聴者たちを含めて2万人ぐらい集めて、そのままイグジットするっていうのをやりたいなと思ってんだけど。イベントやって LINE のリストを売るってこと？そういうことですね。5000で売れると仮定すると、3万人のリストを集めると仮定すると1億5000万で売却できるんですよね、一発で。でそれを青澤さんも鴨本さんも買っていいっつってんですよ。だから一発ドカーンと開いて、でこれ去年俺と鴨本さんでやったからほぼ間違いなくできるわけですよ。だからほぼ間違いなくバンってやれて、で光る方、朝倉方を一発バーンって使えて1億5000万のキャッシュバーンって売るみたいな。光る方出ました。利用されてます。はい、まあ、でも光る方の見込みがまだ甘いですね、うん、甘いもっといく。まあ、ちょっとこれはでも、まあ固く1億稼げるかもしれない、夢はないっすよね。そうなんですよね。これ別にノンタイトルで僕らが応援したいかと言われるとね、ちょっと絶妙すぎません？うん、もうタネクニ君のためにお金稼ぐのに協力するみたいになっちゃうんでね、うんうん、新しい事業をやっぱりね作ってほしいですよね、うん、やったらね、まあ、テラスハウスの方がワクワクしますよね。そう全然ね、うん、もっとワクワクしたいですよね。応援したい。もっとなんか、お疲れ様です。お疲れ様で す。ご紹介します。前回のシーズンにも出ていただいたんで分かるかと思いますけれども、あのバカの長野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、投資家の方ですね。はい、30分、うん、今日2つの事業案をちょっとご相談させていただきたいなと思っていて、まず1つ目なんですけど、その事業開始から1年以内に売却を前提としたまず事業をやりたいというふうに考えてるんですけど、
あの去年の3月にフリーダンスサミットっていう4000人を集客したイベントを、あの私と、令和の虎に出てるストックさんの株元っていう人間の2人を中心でちょっとやったイベントがありまして、結論これのでかい版をやりたいっていう形で、想定してます。で、前回が4000人集まってるんで、一応想定としては2万人ぐらい集められるっていう想定で、まあ、LINE の登録が2万人来ると仮定すると大体3万人ぐらい、登録してもらえる想定なんで、そうすると、まあ、あの LINE がこのイベントの登録の人の価値だと大体1人5000円ぐらいの価値かなというふうに想定してるんで、大体1億5000万ぐらいだったら買ってもいいかなって言ってくれてる企業さんが今2社あるんで、まあ、そこにあの早期に1回イベントをバンって開いて早期で売却するっていう方向でまず事業を考えてます。なるほど、はい、なるほど、うん、投資家サイドとしてはやっぱりその何かしら社会の役に立つような、はい、そのペインを抱えてる人にそれを解決するようなサービス B2B にしても B2C にしても、はい、あのそういうのに投資していきたいと思ったんで、はい、そのリストール小遣い稼ぎのビジネスをやりますってなってもやっぱりあんまり刺さんないかなとは思いますね、はい、すごいノンタイトルでも本質で視聴者さんがあまりついていけない部分だと思ってるんだけど、まあ、投資家って言った時にいろんな投資家が連想できるわけじゃん。でことノンタイトルにおいてはスタートアップビジネスを応援する番組なんでね、ってなるとやっぱ VC が一番最初に連想されるって言った時に小遣い稼ぎって言ったけど、まあ、それが金額いくらかっていうよりかはやっぱ今長野さんがおっしゃった通り、その VC とかが出すところっていうのはみんなが思ってるエンジェル投資家でここに出せば儲かりそうとかの感じじゃないんだよね。だからちょっと語弊あるかもしれない、語弊あるともう怖いけど、ヒカルさんとミクルさんがここに投資しますっていうのは、まあ、ある種ここが伸びそうだなぐらいの感覚で出したりとかっていう、どちらかというと小遣い稼ぎに近い感覚なんだよ。そこが混在しちゃってるから間違っ、あの視聴者も、多分タメクニさんもミスリードを犯しちゃってるけれども、やっぱスタートアップ界隈はもっと社会的貢献性あるいは IP をちゃんと目指すっていうところでしっかり利益回収しようと思ってるから、だからそこにもこのプレゼンをするっていうのも、まあ、壁打ちも多分もうお門違いだしプレゼンも違うと。でノンタイトルでやるビジネスモデルでも間違いなくないんだよ。そうスタートアップではないんだよね。スタートアップの定義じゃあなんだっけって言ったらまたちょっと話がややこしくなるけど、一般的なスタートアップの定義で言うと、もうこの出してるビジネスモデルはもうアウトなんだよ。まあ、しかも結構買うのがさっき言ったの加藤さん、青瀬さんという結局身内だもんね。そうだからもう身内でできることだよね。今分かるのがやっぱ思ったよりもだから01全員ダメだなと思ったの。僕ずっと言ってるけど、だけど水木さんは01すごい良さそうと思った。トイレットペーパーの、そうだからなんか森とも話したんだけど、僕覚えてなかったけどバカラーメン、うん、とかも冷静に考えたら01だよね。まあ世の中にあるか分かんないけど、まああるのかもしれないけど、でも発想としては面白いよね。まあでももうさ、あれだよね、女子チームのその鳥居さんがさ一体意見喋ることっていうのはもう2人はさ先入観でも判断しちゃってるから、ね、いやそうだね、結局誰が言ってるかだよ、ね、この人はもう何言ってもなんかいやーってなるじゃん、うん、俺も多分シーズンの頃途中もう何言っても伝わらなかったからさ、うん、あのムーブに入るもうしょうがないんだよね。あるんだ。でも意外と言ってることが正しいってあるらしい、後々言われるから、うん、スルーしちゃうんですよ意見をみんな。もうね、いや分かるわそれ。そうそうそう、土星論言った時だからもうず常にさ狼少年だけど嘘ついてるからもう信用されなくなってるみたいな状況で、そうそうそう、正直に言っても意味ないみたいな。それプラス自分のチームにさ、なんか例えばタメクニさんみたいな圧倒的なビジネスできる人とか論破できる人がいると、その人がプラスなんか上からかぶせた意見に全部みんな持ってかれちゃうから、いい意見が下に埋もれちゃってるんだよ。いやでも最優勝していけどな、もし市場にないのであれば。まだ青木さん意見も強い、やっぱそれに2人がもう確かに青木さん入ったからもうじゃダメなんだってなっちゃってるから、青木さんってやっぱ強いんだよねこの番組では。そうそう、だからああいう青木リサーチ不足なのも女性じゃん悪いけど、青木さんもああいう聞き方するんじゃなくて、こういうふうにじゃあまず市場を探した方がいいよと、本当に求められてるのかどうかをこういうふうに探した方がいいんじゃない、その後数字持ってきてよとかだったらいいのに、それ求められてんの、当たり前なの、本当なのみたいな。そうなりますよね。ね、まあ、同じ意見ですよね、結局ね。ユーマロのアイデア聞きたいけど、むしろやっぱり時間は限られてるわけなんで、はい、その限られた時間を
その一番やんなきゃいけないことにフォーカスすべきだと思うんですよ、はい、なんで遠回りしてその小遣い稼ぎの事業をやりますっていうのは悪手なのかなっていうふうに思っちゃう。あ、わかりました。もう一つの事業の方ちょっとご相談させていただいてもいいですか。テラスハウスって見られたことありますか。あ、知ってますよ。あ、見たことないですけど。ありがとうございます。知ってます、はい、あの結論から言うと YouTube で第2のテラスハウスを作りたいっていうのがあの、まあ、ちょっと会社っていう軸で考えるとちょっとずれるんですけどっていうのがまずが2つ目の案ですと。で、例えばその番組をコミショの人たちを出しますと、要はエンジニアみたいな人たちを出して、その 2,30 代のあの男性をターゲットにした番組構成にしますと。で、僕ら裏側としてはそのエンジニアの転職エージェントっていうビジネスをやっていて、そこに登録してもらってそこで利益を上げるみたいなあの感じのマネタイズ方法とかも考えてるんです。これってまだ僕らの中でもふわふわしてて、一旦その恋愛番組を立ち上げるみたいな事業をやるっていうのはどうですかっていうのを率直に伺いたいです。なるほど。はい、まあ恋愛リアリティショー、はい、という事業がどうなるかということだけ切り取ると、それは別にありですよ。それは別にありと、はい。ただその番組だけで一番組だけで、終わっちゃったら、その事業としてやる意味がないんで。はい、そのリアリティーショーを成功させてその先にある何かがあるんです。こんな未来が実はあるんです、はい、こんなワクワクすることをその番組を通じてやりたいんですっていうことがあるんだったらありだと思うんですね、はい、厳しいけどありがたい意見ですね、うん、僕らのその先で言ったら結構じゃあマジで投資家ワンちゃん長野さん興味示してくれるのかな。僕ら考えてるその先のお疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。どうぞ。はい。ご紹介します。キッズラインの代表の常沢さんです。よろしくお願いします。はい。はい。嬉しい。ありがとうございます。よろしくお願いします。あの当時女性で最年少上場を果たした、はい、女性起業家の方ですね。今はベビーシッターとか家事代行のサービスをやってます。今日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。スーパー私たちがチームレッドで、まあ、女性だけのチームで人材紹介事業をなんかこうやりたいなとは思ってるんですけど、正直中身は本当にまだまだっていうところで、ちょっといろいろアドバイスっていうかなんかこうもらえたらなんか嬉しいなと思って。まあ、とはいえじゃあその1週間後に事業のプレゼンをするっていう中でどういうタイムスケジュールで今考えてるんですか？タイムスケジュールはまだ正直何も決めれてない、うん、タイムスケジュールはさ決めれるじゃん、はい、しかも3人いてその3人がチームワークを合わせて一人一人がやっぱり強みを生かしてその24時間 ×7 っていう資源は平等だから、うん、それをどういうふうに使うかっていうのは ×3 人いるわけでしょ。そこはスケジュールは区切った方がいいと思うんですよね、はいはい、だからやっぱり今日はなんかこう小粒でもいいからこの事業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 みたいな案がやっぱりいくつかあって、その理由その理由どれがいいかとかそういう話ができたらいいかなって思ってたんですけど、出た案は3つ正直あるんですけど、まあ、1つはまあ人材っていうところで、まあ、まずはお金の見直しっていうので、うん、ママライフデザインっていうので、うんうんうん、まあ、その瑞希ちゃんが保険の代理店とかをやって、うん、で、まあ、営業トップ成績とかもあるっていうところから、うん、まあ、お金の見直しをして、うんうん、まあ、そこで収入が低いとか少ないっていう人にはじゃあキャリアママのキャリア支援っていうので人材紹介事業っていうところまでは、うん、それはどうやってお金稼ぐの？お金あと収益っていうところですか、うん、は、まあ、保険の方は正直ちょっとまだどこをどうっていうとかちょっとつかめてないんですけど、うんうん、まあ、キャリア支援のところは、うんうん、人材紹介事業で、うん、派遣先っていうか紹介する企業を、うん、まあ、連携するところを作って、うんうんうん、まあ、そこに紹介して、まあ、企業から、うんうん、まあ、年収30倍とかっていう、まあ、じゃあ普通にある人材紹介をやります。 そうですね、それは私だとどう違うの？そこは違うのはもう本当にただ見える化されてるっていうか、なるほど、なんかこの他社の求人情報って私もじゃあこう見た時に、うんうんうん、なんか私は正直こう会社勤めしたことないんで、うんうん、その資料だけじゃあなんかこう応募したいなとはならない。分かった。じゃあ1個目のアイデアはその求人ですと、はい、求人で企業から紹介料か派遣料を取る、はい、る、はい、2個目は2個目は、うん、瑞希ちゃんの話。はい、2つ目が、うん、
トイレットペーパー型のナプキンを国内に広めたいっていう話を持ってきました。この熱い思いが大事なんですよね、うん、吉田の E バイクを思い出すね熱い思い持ってたもんね最初ね。それはエンドユーザーの人からお金を取るのね。両方からマネタイズできるんですけれども、企業さんでいうと、例えばなんですけど全国に、1500箇所拠点があるような日本生命とかに、もう一社導入していただければそこの企業からマネタイズできるので、で女性応援企業っていう形で名を売って、でそこに賛同した企業から得るっていうイメージです。いくらぐらいですか？でもこれはまだ製紙会社と掛け合ってそこの原価がいくらかによって決まってくるのかなと思ってるんですけれども、企業とタイプできれば結構なロットはなるかなと思ってます。企業イメージアップのための企業がその CSR じゃないけど、その女性のために何かやってるっていうためにの予算をもらうっていうこと、はいはい、なるほど。なんかそれほど企業のブランドイメージつながるのかなっていうのが正直わからなくて、まあナプキン置いたからいい会社ですよっていうことではない、はい、ポーズだよねあくまでも、はい、だったら別に普通に会社で事務の人が置けばいいのかなって思っちゃうから、日本で初めて入れたっていう構図を作りたくて、そこに それが女性の企業形が作り上げたっていうビジネスモデルを全国に広めたいっていう思いです。それは2人は同意してるのかな？いやまあ置いたらいいよねって思う、その今ある既存のものを他人ごと大丈夫です会う人会う人に心配されるんだよなこのチームは。一個目の事業じゃなくていいんじゃないかなっていうところで思ってるっていう。なんかまだ多分ね、まあ、みんな集まってから日が浅いと思うので、それぞれの多分ビジネスプラン1個あるけど、どうやってそれを1個に決めてその1週間の中でそれを実現可能に練っていくかっていうスケジュールもあるんだけど、その辺はどういうふうに、ここでどういうアドバイスをもらうかで決めようっていうところであったので、まあ今日中にもう本当に絞って、他人のアドバイスで決めない方がいいと思います。やっぱりやるのは自分たちで、やっぱり若い時ってみんなアドバイスしたいんだよね女の子に、でもそのアドバイスでうまくいったことあるって私は思う。自分で決めて自分がこれ絶対やるんだぞって思って人のアドバイスを聞いたってしょうがないよね。じゃあ私の部下になりますかみんなっていう話でしょ、やっぱりそのビジョンとか自分たちがやりたいことっていうのはどんなに100回反対されても打ち返せるっていうパワーがないとダメ。こうもう想定ツッコミを100問以上考えて全部に綺麗に打ち返せることがまずビジネスプランって必要じゃん。皆さんそれぞれ成功体験あると思うんですけど、今回初めて3人でやって、3人で意見統一して、3人の映像が一緒になって、で多分来週また私が来た時とかプレゼンした時に質問出て、それにちゃんとなるほどって思う打ち返しができるっていうところでいくと、バラバラだからどうするのかなっていう。すごいすごいわ、救われたわこれ、いいね、救われちゃった、めちゃくちゃいいね、一番今まで出た社長さんの中でも一番こ、刺さるというか、素敵だね。いや一番刺さるし、他の人のアドバイスは聞いちゃダメ。おお、ムーンタイトル大事だよね。いろんな大人が、まあいいよね、関わってくれてるから。だから全部打ち返せるぐらい自分の熱量を持てって言って、まあ確かにその時はね自分が全て正しいっていうムーブになっちゃうかもしれないけど、信じて本当突き進めば切り開けるんじゃないかってことでしょ。まあでもゼロ一、本当のゼロ一ってそういうもんだよ。だからあの誰がね。そのメンターで青木さんにもし否定されても、あるいはその誰かがその男子チームが否定されても、うん、水木さんはここでマジで打ち返していったらスターになるっていう。そうだからもう本当ナプキン生命力です。生命力だってテレサだってどんだけ大人に止められたと思うの、うちのクロマ大勢だが。確かにこの会社の一つ取ったってそうだわ、ずっと打ち返この間も言われたわ、あのピタブリと社長さんにも、なんでよくこの会社名すごいですねいや本当いやめちゃくちゃ僕打ち返してきたもん、もう全いや打ち返すか全員の大人なぎ倒してきた自信あるからさ、もうずっと。でも実際それがなんか疲れてるよね、逆に最終的に結局みんなそれで応援してくれたりとか、もうそこまで言うならって諦めもありつつとかで、いろいろね最初は喧嘩してたかもしれない方も今バックアップしてくれるっていう、いやでも僕刺さったわ今、いや素晴らしい。紙ナプキンやってほしいよね。あの、うちのバーにも実はナプキン置いてるんですよ、女性用トイレ。そう、もう全然導入したよね、ああいうナプキン。ロールであったらロールだったらなんか出汁も取らないし、ね、そう全然、なんかうちがあれを出しましたって言ったら多分俺そこやる、契約すると思う、
で置いてるもん今でも、うん、そうそうそう、バー置いてるとこ多いしね、うん、確かにアメニティとかもちゃんとしてる、うん、置いてる置いてる、飲食店も一気に行けそう、そう、うん、さあミッション3が発表されました。ヒカル君、両チームの授業今どう思いますか、聞かれてみて。まあ女性の方はやっぱもうそもそも3人がしてみたら揃ってなさすぎるんで、うん、まずそこからな気がしますよ ね、 今ももうすぐ見抜かれてましたもんね、うん、だってもう水木ちゃんはとにかくトイレットペーパーのやつやりたいわけじゃないですか、そうそうそう、これ絶対これじゃないですか、うん、メリネちゃんとアイちゃんは絶対それいかないじゃないですか、うん、ってなったら今度一生合わないですよね。そうね、そうね、カドレの時に言われたのと同じことになっちゃう ね、ほんと。まあ、女子チームに比べて比較的あの男子チームでチームブルーの方が割と順調に今見えてましたけどね、はい、でもそうですね、まあ、ただ俺ね、ゆうまろがなんかこう結構小次郎ばかりしてるんですけど、お前そこまでの立場でもないだろうと思うんですよ、うんうんうん、別にそのなんていうかそれ逆に印象よくないぞと思いますけどね、急に攻撃的になる、そうなんですよね、誰かができないからって自分ができてるわけじゃないんで、うん、他人だけで自分を上げるタイプの人間ってうまくいかないんですよね、やっぱりちょっとだから今までの過去の鬱憤がね、うん、言われてきたから言い返したいもん、ね、だって小次郎やられたことをやってるだけじゃないですか、そうそうそう、結局それじゃ上に行けないなと思いますね、うんうん、確かにね、あの奥さんと子供とテレビ電話してたあの純粋なユーマロがね、そういいよね、いや多分いつかどっかで小次郎爆発すると思いますよ、これさすがに年上やし、うんうん、経験も全然違うし、うんうん、まあでもまだどっちもビジネスがちゃんとできる空気がないですね、どっちもなんかまだこれっていう感じはしてない、ビジネスの本質以外のところに課題がありすぎて、まあその民国さんの恋愛リアリティショーのやりたいなんかあの思いみたいなのがなんかワクワクしてたんで、あれはいいと思いますけどね、ああいうのでいくべきだと思うんですね、あの情熱も大事だと思うんですね、そっか恋愛リアリティショーそんなみんな見るんだ、好きな人多いよね、カップルとかで見るらしい、一緒にやっぱ、へえ、見たことないの、ジェリちゃん、バスに乗ってるやつは見たことある、アイノリ、アイノリ、あ、そっか、アイノリは出てこなきゃ、あれバスに乗ってるやつ、バスに乗ってるやつ、あれがガンスみたいな、高尾さんなんですか、ガンスみたいな、レンジャーっていう時代じゃないの、死んじゃった、うん、今キッズなんちゃらスクールってところが全国でものすごく流行ってるのね、それの新しい形やりたいな、うん、出るよ、僕が求めてる誤解喪失を出されてるイメージ、ビジネスプランを構築しろ、そんな夢のある革新的なものじゃないとそもそも厳しいですか、難しい、あれだね、真面目な、うん、つまりますよね、無事5話も終わりましたね、お疲れ様でした皆様、まあ、やっと4タイトルっぽくなってきた、ね、そうね、いや僕はあのキッズラインの社長さんのよかった、あそこのシーンが一番良かった、うん、けどまあさ、やっぱ鳥居さんやっぱビジネスになると結構盛り返してきたね、うん、よかったじゃないですか、もう変えないで本当にあのままなんか変えずに愚直にやったら、そのキッズラインの社長さんが言ってることを今一人のことを信じて一つ実行して愚直にやっていくっていうのを描いて、すごいみんなから応援されそうだけどね、確かに割と為国さんは強いけどトントンだもんね今、うん、チームのビジネスレベル、そうだね、これまた面白いんだよ、ノンタイトル、皆さんもうゴキブリで疲れてるじゃないですか、やっぱりゴキブリマジで疲れてる、怪我した質に、あそこから元気なくなってきてるもんね、まあじゃあそんな感じで次回第6話、はい、また皆さんもじゃあお会いしましょう、またね、バイバイ、バイバイ。